はい、皆さんこんばんは。こんばんは。はい、ということで、キコのチャンネル、本日はキコーナーアボ支店から生放送です。お願いします。お願いします。本日ね、ただいま12時から、ちょうど、裏番組って言っておかしいんですけど、ワールドカップ日本対セネガル戦やってまして、あと店長ね、アプリで見れるんでっていうふうに意気揚々に言ってたんですけど、あと NHK じゃなかったって言ってそうですね、NHK のアプリを落としたんですけど、なんちゃらっていうやつだった。そうそう、で、ね、今ちょっとリスナーさんにコメントで TVer でやってるということで、ちょっと慌てて TVer 落としたら、なんと今やってました。皆さんと TVer をダウンロードしたいと思います。そうですね、さあ行こうぜ店長。どうやってやるんですか。ワールドカップみたいでしょってやってますけど、これね、わかります、はい、これ、はい、ケンスケホンダと同じ髪型にしたんですよ。竹内舞ここ短いでしょ、めっちゃ短い。ここ長いでしょ、長い。ここ伸びしろですね。言いたかっただけ。しょってない。もう1点入った。よし。1点入った。オウンゴールです。ちなみにスタメンは前回のね、あれどこやったっけ、前回勝ったとこ。ちょっと忘れたけど、と同じスタメンということで、川島さん大丈夫かな。今日ちょっと頑張ってもらわないとね。いやー、川島はまたやるでしょうね。え、TVer?TVer?TVer。パルコ半端ねえ。ずらかと思った。ちょっと違う。言いたいな。言われた。セネガル店長ですか。いやー、うちのね、主任があれなんですよ。はい、大阪半端ない、あ、滝人のサッカー部がいて。そうなんすか。そうそうそう。で、中西さんでしたっけ、言うた方ね。はいはい。言うた方の後輩なんですよ。マジで、あれ、ちょっと待って、はい、後ろなんか。でかっ。あ、これあれですね、湯川副主任です。言うてるでだいぶ圧、でっかいな、圧がすごい。この人が今県庁と同じぐらい顔の大きさですか。比較サイズ。その完全な悪口ですけどね。悪口。いやー、これはあれかな、明日というか、アボして。そうですね、前乗りしてくれた。前乗りで、今日なんか素泊まりするらしいです。素泊まりすんの。はい、暑いね、朝食今日月の、はい、バイキング形式の朝食を取るって。おい、中身言うなって言ってました。バトラーだってやってますけど、え、主任、副主任ってやってますけどね。なんなん、このアザラシって言われた。アザラシ。これちょ、王冠が重くてね、ちょっと後ろにこう行くんですよ。頭がちょっと重たそうやもんね。はい、じゃあ、だいぶ背筋つきそうですけど、これ明日、25日ね、アボ支店、ご来店いただくということで皆さん叩いたり蹴ったりすると中の人が泣くんでやめてくださいね、はい、うわぁ、めんどくさいなこれ。首つらそうってやってますね。登録めっちゃめんどくさいんですけど。え、後で出てきますよ多分。あ、ほんま、あ、はい、ほんまや。後ででもうそのままワールドカップ。そうそう、今日はもうちょっとね、ワールドカップエッチな番組が、こらこらもやもやサマーズワールドカップ見ながら、放送ねしていきたいと思います。まあ皆さんも大半、今日見てる人の9割ぐらいは多分日本戦見てると思いますんで、まあ一緒にどんな感じかっていうのをやっていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。動きが可愛くないって言われてます。あ、それはもう中に入ってる人次第なんでね。なるほど、はい、こうおるんすか、こう可愛く見せれる人。あ、いますよ。いるんや。トイレ行きたくなったらどうすんの。トイレ行きたくなったら、はい、バトラ君トイレ行くんすか。バトラ君トイレ行きますね。あ、行くんや、はい、トイレ行けるんや。嘘。男子トイレ、女子トイレ。男子トイレです。あ、なるほど、はい、バトラ君男の子やったんやな。まあちょっと明日ちょっとね、多分店内カッポしていただけるんじゃないかなと思いますので。え、もう入れられた。あ、ちゃうか。まだまだまだ0-0ですよ。まだまだ、はい、ぜひよろしくお願いします。便利です。ケースケホンダと髪の分け方逆やんって言われた。これ誰。身内ちゃうよね。あ、みんな見てる、怪しそうに見てるけど、はい、まあ、3人なんでそんなにチャンスではなかったです。なるほど、わかりました。まあ一応日本戦ね見ながら、多分同じ時間ぐらいに終わりそうな気配もありますんで、ぜひよろしくお願いします。え、ほんまに多分1時半ぐらい、ちゃうわ、あれか、ハーフタイムあるから、2時ぐらいか、そうそう、日本戦終わるのね。はい、はい、じゃあ、くまモン体操って言われてますけど、ぜひ、4月25日、アボ支店ね、オープンしましたということで、もう2ヶ月ですか、早いですね。そうですね、ブランドあ、間違えた。まあ、そうですね。そこでやっていくの。ちょっとふてぶてしく言わんとね、あのインタビュー。もうそんなん言ったら怒られるからやめとこう、はい。まあ、ぜひ、25日遊びに来ていただけたらと思います。これシューバイバーあるんですかね。ぜひ、そうですね、来ていただけたらと思いますので、はい、バトラー君も来ますんで。そうですね、バトラー君来てますんで。もあと、カウンター前にね、バトラー人形たくさんありまして。そうなんですよ、あれすごい好評ですね。はい、かわいい。夏に販売予定ですけど。あら、まあそうなの。はい、
じゃあぜひあのバトラーファンは、お買い求めいただけたらと思いますのでね、よろしくお願いします。ということで今日は一応スロットを打つって言ってたんですけど、スロットを打ちながらアプリは見れないなということで。そうですね、ワールドカップ見たいんで。いや、やっぱり見たいでしょう、はい、4年に一遍ですから、しかもこの日ですからね。そうなんですよ。じゃあ一応パチンコ配信しながら、アプリ見て、まあ、みんなとサッカー語り合おうかっていうことでいいですか。ただね、サッカーのこと僕全然わからないんで。知らんのかよ、はい。じゃあ、どの選手がこうでっていう、あの多分解説の方今日いっぱいいると思うんで、じゃあ一緒にね見ていきたいなと。リスナーの方々からですね、はい、はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。じゃあ稼働でいいですか店長。もう一人後で来るんかな。もう出てる、来たり来なかったりです。どういうこと。バトラー君が映ってわけじゃないよね。バトラー君はそうですね結構あれか、椅子入らへんか。入らないと思いますね。あ、なるほど、ちょっと大変やな。じゃあバトラー君ちょっとね、ありがとうございました。アイス振りまいといてじゃあなよなよしてる。ちょっと圧が、でもこれめっちゃふかふかしてるんですよ。そうそう、抱きついてる人とか多そうやけど、ね、そうなんですよ。アスカキララも抱きついてますからね。そう、アスカキララ臭がするじゃん。しますよ、こっち側はアスカキララ臭ですね。そう、じゃあ皆さんあのこっち側はできるだけ触らないように匂い消えちゃうから、はい、よろしくお願いします。にわかパルコって言われた知らんのかいって言われた。手使ったらあかんねん、それだけ覚えときって分かってるよ、うん。じゃあ店長稼働打ちますか。じゃあ打ちますね。はい、打ちながら T は入れました。入れてた、入れました。どれですか。あのアプリ入れました。ああ、入れれました。あ、バトラー手振ってって言われてますね。 バトラー手振ってやって、こうやってフラフラしてるいやもうねちょっと食べ過ぎた言うてましたね。食べ過ぎた、いや、いい運動ですね、はい。じゃあバトラー君明日よろしくお願いしますね大変やなやりますか。はい、じゃあやりましょう。遊園地のアトラクションみたいになってんで、はい。じゃあ今日は一応、日本対セネガルね、あのもし点入ったら、放送でも入れていきたいなと。そっち行きますか。ああ、こっちにしますわ。まあ、どっちもいいですよ。もし入れ替わったりしたら。ああ、そうですね。じゃあ、パルコの背中映ってますけどねバトラ君の中行ったあれカメラごめんなさい、こっち持ってていい。取られた、点取られた。え、点取られた。え、日本負けてる、セネガル先生、点取られた。え、ほんまに。いや、嘘嘘。いや、嘘やんな。大嘘です。だって T は見てるけど、見てるけど言うてもだけどこれ公式のやつですよね。公式公式。え、そんな違法じゃないですよね。いや、違う違う。え、そんな遅れてないよね。日本弱い、配信どころちゃう。失点数の早すぎ。え、ほんまに。え、ほんまに。これちょっと遅い。あ、ほんまや、入ってるわ。あ、ほんまや川島やん、これまた川島やん。ほんまやわ。うーわ、川島やん。いや、もう交代やな。やっぱ本田が出てないからちゃいますかね。本田いるんかな本田が、圭介が。あ、圭介がね。ほんまや、何秒かラグありますね。ちょっとこれ、うるさいっすか。ちっちゃくしましょうか。今日はサッカーメインですからね多分バトラ君が今変えられましたね、はい、ほんまやわ。こんなで言わない。公式に手取られた。いやもうこれ絶対あれでしょ、川島のせいでしょせい。あー、弾いちゃって。いやこれもう川島やん。これキャッチせなあかんとこでしょ。ありえへんわ、ほんま。ああ川島ちょっとあれやね、今回もまた評価下がったね。ヨン様、パルコ謝罪犯。奥さん美人ですけどね。そうですね。いやー、これセネガル前半取られたんやばいんじゃないですか。もう無理でしょう。失点より前々疑われてショックです。ごめんなさい、ごめん、TVer 多分10秒ぐらいラグあるわ。はい、大見とる場合じゃない。リスナー信用しないって言われてます。点取られたで、ヨン様の微笑み奪ろうかってことですね。いや、パルコメインで4様ってことですけどね。ほんまや、川島を攻めないであげていや、ほんまあかんわ、川島。まあ、ツイッターでもまたマネージャーから LINE も来て、トミーから、負けた？川島あかんって来ました普通やんもっとないんかいな、専門的なやつ。いや、ないですね。川島を許してあげて、6-0 で負けかな。川島をいじめないであげて、チューンさんだけど。いや、ほんま川島よ。いや、まあ前回のね、試合もちょっと川島さん、いろいろね、やらかしちゃいましたからね。大打ち出したら負けた。こんばんは、眠いけどでも見ちゃう、ありがとう。2対2じゃない今日ってね、大先輩川島って。
パラコさん、普段から別積みにバトラー使ってほしいよって言われてますね。ああ、普段からですか。はい、数があんまないのかな、まだ。いや、50個くらいあるんですけど。でもあれやね、50個全部使ってしまったら大変で、ね、まあまだ始まったばっかりやからねってことで、まあ、もちろんそうです。まだあと何本ある。いやでもセネガルペースです ね、 ね、2対2の予想やから安心して川島を叩かないであげてツイッター見てみて、みー皆さん多分だいぶまた言われてると思うよ。ちなみに、パルコ店長は今日どうですか、予想的には。何がですか、スコア予想、何対何。そうですね、何対何すかね。そら、まあ、とりあえず今 1-0 1くらいで勝ってほしいですけどね。あー、なるほどね。いや、まあ、でもやっぱりケイスケホンダが出てないんで押すな、はい、ケイスケホンダ今日出番あんのかな。いや、どうなんですかね。あんまりね、サッカーやってる方たちの話聞いたら、もうホンダはええでっていう声多いですけどね。持ちすぎや言うてえらい言われてたけどな。川島とホンダはいらない。ケイスケホンダのマネどうなった。川島一生懸命頑張るから、川島頑張るからって言ってる。いや、川島はあかんよ。川島なー、まあ、だって奥さん美人やからもうあかんわ。そういうことやね。そうやったらサッカー選手美人な人多すぎでしょうよ。うん、ホンダはいらない、ケイスケホンダはいりません。そう、私いとこがね、ちょっとサッカーの指導者やってるんで聞いたら、ホンダはやっぱ持ちすぎるからあかんって言ってましたね。あ、うん、こんばんは。冬砂人気ですよねってことでね。いや、人気ありますね、やっぱりマダムたちはもう朝から。いや、って思うでしょ、マダムたちって。うちね、おっさんって言ったんですけど、おじさま、男性のダンディーな、はい、ジェントルマンばっか売ってるんですよ。へえ、店舗によって違うんですね。そうなんですよ。いや、冬ソナはね、まあ、どこやったかな、キレかどっかで配信した時も、北斗よりね、稼働良かったっていう、意外に稼働良かったっていう。いや、冬ソナ、いいです ね、 ね、意外と。まだ、根強いというか。まあ、ミドル、本当の王道のミドルスペックなんですけどね。ちょうどね、まあ、僕がパチンコ店に入社した時に、はい、この冬ソナが、あれしました。出した何やおっさん言うなんて。いや、ちょっとゴール入るかなと、今さら気づいたんやけど、ウッチーなんで出てないの。あ、内田はね、多分代表引退したんやったんちゃうかな、前に。ああ、そうなんすか。確かね。で、怪我もあったし、それでやと思うんやけど。なんかガム噛んでないとおえっとなるみたいな話ありましたよねそんなんの。いや、確かそうっすよ。ガムをなんかずっと噛んでないと、はいはい、こう吐き気がしてしまうみたいなあ、そうなんや、はい、意外と詳しいでしょ。はい、だから北山マネージャーがおえつを走るような感じやね、それ。いつも病気なんで、おえー言うてるからね。そうなのか。パルコ許してあげて。川島的にはまだまだやれると思ってるから、どうか許してあげていや、でもまあ、川島外したかて誰入れんねんっていう話もあるっすからね。東口さんがね、ちょっといいんちゃうかみたいな話もありましたけど、まああんまり変えたくなかったんかもしれないですね、西野さん的にはね。いや、でもほんま若林がおったらなと思いますけどねSGGK、はい、SGGGK。そこ森崎くんはダメですか。森崎くんはスーパー頑張るゴールキーパー、ね。まあ、若島津か、はい、まあ、三角飛び。最終的にフォワードになりますからね、あの人。あ、そうやったっけ。そうですよ、若島津最終的にフォワードになりますからね。疑惑感を回さない、パルコ叩かないで、ね、パルコ頑張るから。お疲れ様です。パラコさん、お店に積んでる黄色い箱って何って言われてますね。さっきカウンター前ちょっとね、 あれティッシュペーパーなんで、ティッシュですよね、明日配りますよ。へえー、かわいいですね、はい、黄色のバトラーコンついてた。そうなんですよ、僕が一番欲しいんですけどね。パルコのにわかがひどいって言われた、はい、パルコのせいで点が入った、私も冬砂打ちました。シンプルモード楽しいですよねってことで、今回ねモード選べるらしいので。あ、これどれにしたらいいんですか。なんかこう、雑誌にはね、各編中が、何だっけ、もうシンプルじゃない方でとか、ね、楽しみ方いろいろやってくださいみたいな書いてましたけど、どうなんやろ、あんまガチャガチャするのも嫌なのかな、みんな、どうやろ、まっこり趣味のモードで、ね、パルコがアプリインストールしたせいで点が入った、パルコが先輩、パルコをボールみたいに蹴っていいですか。結構大きいで、はあ、パルコレッドカード。店長、昨日配ってほしかったって言われた。ティッシュね。まあ、なんで配るかはね、やっぱちょっとお店来てもらわないとね。はあ、まあ、キングバトラー君も来てますんでね、前乗りで。ぜひ遊びに来てください。パルコ人生レッドカードってね。じゃあちょっとコメント最初から呼ぼうわけ。やっぱね、サッカーネタが多いね。はい、あ。あ、一応、降雪モード入ってるのかな、これ。
大雪モード行くとね、暑いですけどね。あ、そうなんですか。そうですそうです、以上夜背景というかね、京楽さん夜背景暑かったので、パルコ次に点が入れられたら名前をパピコに変えようって。どういうこと。パピコパピコ美味しいけどね、はい、あらあらって、ね、なんだかんだでパルコ店長のせいやったって、ね、言われてますね。ボタンを押して、いやごめん、あのアプリ見てるからな、はい。あ、これタイマー作動ですね。暑い、暑そうですね。暑いかな。事故れ事故れって言ってますね、パルコさん頑張ってねって言ってますね、TVerで中継されてるってことでありがとうございます。あ、SPSP ってなってます。お、どのリーチいくかですね。これ一応今回赤の上に金もあるんでね。あ、 SPSP やったらあれ行けば暑いですね。あの初雪リーチかが一番暑いと思いますね。まいまい今日もファイトということでありがとうございますね。まさかこんな時に日本戦の時にか裏ね丸かぶりするなんてね。あれでしょ、これ初雪理事ですよ。ああ、そうなんですか。はい、パナップ今ブーってなりました。嘘、はい、え、ブーってことはエアバイブ。いや、エアバイブなんですかね。ブーってなりました。わからへん。エアバイブではないんかな。あ、僕パチンコ素人なんで全然わかんない。よう言いますわ、はい、いいところでフリーキックって言ってますね。パナマ店長、いや、インヌイもね、前回ちょっと硬かったんで、はい、そうですね、今回は頑張ってほしいですね。ボタン押します。あ、でも緑、ブーってエアバイブのことじゃないのかな。プップップじゃなくて、いや、ブー、バイブ、バイブが鳴りましたね。え、ハンドルバイブついてんのこれ。あ、なんかブーって鳴りました。パナマ店長、パルメ店長、同じことしか言ってない。お前はブーしか言ってない。今日も川島の日になってしまうのかってね、言われてますけど。うわー、出た。まあ今日勝てばね、また帳消しにはならへんけど、ちょっと和らぐかもしれへんな。まあでもなんか悪くなさそうっすね、はい、やっぱり川島な。パルコ半端ねえ。半端よねーのに。よく遠征行くのにパルコが咲いたのを初めて見たよって言ってますね。あー、あのこの方あれですね、網干の常連の方ですね。ありがとうございます。今日も川西からこんばんは。パルコのパピコお願い。じゃあほんとねー、はい、まあいいですわ。なんで言うてよ。なんか会議とね被るんですよ。あー、なるほどな。ちょっとこう気合入ってる日とかが、はいはい、なるほどね。まあ別に会社も意図してやってるわけじゃないと思うんですけどね。いや、ほんまあの哲さんとかめっちゃ会いたかったのに。あー、来られてましたね。ご来店会えずじまいですわ。あれでしょ、なんかほんまは白塗りで対抗賞を持ってはったんでしょ。いや、そうですよ、あの伝統の白塗りの顔芸。そうですよ。ね、パパパパパルココーナーキックってね言われてますね。羊毛にブーって外れ確定のことを出てますね。パーマ大詐欺会で外れて意味のブーってね、この時間にみんなテレビ見てるんだな、すごいなって言われてますね。今日はでも見る人多いと思うけどな。いや、でもあれでしょう、このワールドカップよりニコ生見てる人もだいぶやばいでしょう。半々で見た二間どういうかね、あの家のテレビと、ね、パソコンで見てる方多いかもね。ロシアは今何時頃ですか。これ多分、朝昼ぐらいちゃうかな。どうなんすかね。川島取ったで、あ、ボールを取ったってこと。あ、フリーキックやったから。テッサの時もいなかったもんね。危なかった。すごい汗かきますよね。川島危ねえって言われてるね。なんや負けてるんかってことで、今ねセネガルが前半ちょっと早い展開でちょっとゴールを決められてしまいました。あかんってで、それは言える。大言ってるやつが一番やばいって言われた。いやーすごいよ、今日はサッカー見ながらやからね。まあ今日でも本当ね、前回 の, あの試合も視聴率めちゃめちゃ良かったですからね。ああ、そうなんですか。なんだかんだ言うてみんなサッカー見てるやんって思いましたけどね。まあね、始まったら今回本当なんか盛り上がってなかったっすもんね。始まる前とか全然ほんまにこれワールドカップ始まるんかなぐらいのテンションやったんで、まあ蓋開けてみたらやっぱりみんなねサッカーワールドカップ好きだね、日本戦好きなんやなってちょっと安心しましたけど、あと勝ったから余計ですよね。そう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 、あんまり期待されてなかった。そうそうそう、まあ、前半のうちに、いやでもほんま奇跡起きたって思いましたからね、あのハンドの時。いや、そうですね、もう運がこっち来た思いましたね、はい。日本戦優先でですかってことで、もうそれはお任せします。日本戦何対何で勝つかかけようってことで、まあこの人はもう勝つ前提でねお話されてますけど、まあ今日一応今 0-1 で負けてますけどね。いやー、でも勝ってほしいですね。今日勝てばもうグループリーグ突破でしょ。ああ、そうなんですか。そうです、そうです、確か。だから決めたいですけどね、できたら。いや、ほんまにせっかくなんでグループリーグ突破するのも前々回大会以来か、確かね、64でニコ生ってことで、あ、6割もニコ生見ていただいてありがとうございます。パルコの冬砂実践で1対0で日本でやってますけど、1対0は外れたな。
はい、メッシの悪口は言うたか、ワールドカップより視聴率取れるニコ生って言われてますけど、まあ、二窓というか、二個同時に見てる人多いと思いますね。はい、クラスキーからこんばんは。で、ね、日本戦見なあかんからビュートです。いや、もうどちらでもいいです。はい、ワールドカップゆっくり見たかっただろうね、ということで、テレビだったらね、その観戦模様を皆さんに見ていただきたかったんですけど、残念ながら今日はちょっとなかったので。いつもは福島県から見てますが、今日は大阪のホテルから見てますということでね、あのご旅行で大阪来られてまして、なんと奈良気候な奈良店にあの遊びに行っていただいたみたいでね、ありがとうございました、ね、あ、そうなんですか。あの中条店長がすごく喜んでおられましたので、はい、こんばんは、重度の気候ちゃん中毒者です。あ、毎日ありがとうございます。はい、勝てば突破にリーチ、その後のコロンビアの状況で決まるよってことで、コロンビアが今日、どこやったっけ、あれ ポルトガルとやるんやったっけ。そうです ね、あ、大雪中って暑い、あ、暑い暑い、大雪中暑い、大雪モードいいですよ。いいんですか、ギリさんには行くんじゃないですか。ありがとう、ね、日本勝てると思うよって言ってますけどね。お、赤まで行った、金欲しいですね、金の厚ですよ。ゼブラ欲しいな。なんかね、この冬そのあ3点か、え、寒い、3点だって当たったら確変ですもんね。軍欲しいですね、軍。あのププププとか来てないですか。驚くほど何も来ない、何も来ないいやー、赤か、大雪やったらその、いや大雪はそういう風に寒いな、体感は寒いけどな、だいぶ暑いよ。でもなんか全然暑そうじゃない。あ、そうですね、リーチ弱いっすね、弱っ。初雪、金初雪軍とか来たら暑いですけどね。パルコ店長、神田は敏郎かと思って遊んでますけど、誰あの料理人 あの大阪の神田川さんに、はいはい、似てるって言われてますね、はいはいはい、神ごと絶対あかんやん、ラベンではございます、ジーブラ、来月全国のフォロワーさんとアボシ行くよって言ってますね、ありがとうございます、すごいな。昨日はパルコじゃないから気候なに遊びに行きました、どういうこと、どういうこと8時でこんな明るいんだ、やっぱ北半球の上の方はこの時期は日が長いんだねということでね。あ、8時なんすか。あ、今8時なんや。まあでもこの時期やったらまだあれか、湿度とかも大丈夫なのかな、ロシアやから。柴崎くん今日は出てるんですね。ワールドカップはそんな甘くないでって言ってますけど、まあもちろんその今ね、本命や言われてるチームことごとく今調子悪いですからね。そうなんですよね。そうそうそう、まあジャイアントキリングねされてますけど、ズラの料理人のやつねって知ってるよ。私神奈川さん会ったことあるし、ズラかどうかちょっと言えないけど、日本神奈川さん、神奈川敏郎さんね、その料理人の方でめちゃめちゃ結構有名な方でね、要はあのテレビも出てはりましたけどね、あの料理の鉄人とかも出てらっしゃいましたね。バタコ店長あっさりする、日本負ける気配のバタバタしてるって言ってますね。あー、ちょっと浮き足立ってんのかな試合。いやー、ちょっと早くケイスケ本田を出してほしいですねいや出ないんちゃいます、今日出るかな。いや出るでしょ、結局牧野とかもね出ないままでしたね。あ、そうですよね、牧野出てないですよね。そうまあ前回の試合でまあディフェンダーも調子良かったって思われたのかな、もしかしたら。いやー、でもキーパーがねまだ言うてる時差はマイナス6時間って、ね、川島みたいなパンチングを台にしてもいいんですよ。アスカキララに会いたいって言ってますね。もうね、アスカキララさんもちょっとねテレビからはちょっと一線退いちゃいましたからね。そうですね、なかなかこうご来店される機会じゃないと直に会えないかもしれないので、ご来店の時はね来ていただいた方がいいですよね。だってグランドオープンよりお客さん来ましたからね悲しかったですわ。いやー、まあやっぱみんな見なかったんよね。だってアボシギアスカキララさんですからね、姫路じゃなくていやほんまに、だってまあこっちの地域の方はなかなかねそういうこう女優さんには会う機会ってないと思うんでね。だって大阪おる我々でもそんな会う機会ないんで。今度あれ頑張れルーヤ、あ、頑張れルーヤまだ決まってないわまだかい、あかんやつや、これあれでしょ、キコーナーさんとコラボのやつでしょ。あ、そうそう、チャリのやつでしょ。そうっす、あれもうあれっすか、あの西日本編に入ったんすね。そうっすよ、あれ企画考えたん、まあいいわえ、結構大変そうですけどね、あれ見たら。あと京楽のあの方には連絡いただいてね、あのキコちゃんでもあれ宣伝しといてくださいって言われたんでまた見てあげてください。川島にこだわる、牧野は新婚で忙しいから
いやいや、牧野招集されてるで。あ、カルコさん金髪にしたらよかったのに。いやでき、していいんやったらしたい。僕髪染めたことないんですよ。ああ、そうなんですか。はい、あ、なんか出てきたよ。あ、これはゆ、あれやね、友人保留かな。暑いんすか。一応北海道はね、もう一個上があって、あのそのミニョンさん群が一番暑いみたいですけどね。あ、ミニョンさん、よくあれか、あ、なんかチャージしてます。一応発展したのな気もしますけど、一応ミニョン保留が一番暑いですね。言わんのかい。パルコさんは韓国のラフプレーにボロボロにされてきてって、あ、もし暑い店だから好き、まあ昼キーパーカノコダイのタマちゃんがええやん言われた。いやいや、もうほぼゴール隙間ないでしょ。手足長いからね、タマちゃん、ね。あ、でもこれ なんやろ、これ熱っ。あと、あ、グン出 出た。さっきこれ欲しかったっすね。いや、これでも当たらんでしょ。プープープーってきたらいいね、エアバイブ。あー、赤。あー、リーチがどうやろう。後半にて、オフ。ケースケ本座、常にベンチから立ってて出たいアピール半端ねえけど出してほしくはないからね。いやいや、出ますからね。出るよ、はい、出たらみんなでね、みんなで本田の、ね、セリフを言うべきやと思いますね。そうですよ、はい、あ、そなたの他はやばいと思うてね。あ、ボタンチャンス、赤も一応チャンスですね。でも絶対あかんでしょ。キュインキュインってなるよね。良くも悪くも昔のまんまですよね。そうですね、初代と2個目かな、の風そな。ないこれ、ないこれ、どうなの。あ、これ連打してあれですよね、確か光ったら復活とかありましたよね。へー、何も知らん、何も知らん俺。10年前も売ってなかったんですか、その。いや、売ってないですよ。あ、売ってないんや、はい。やっぱ角変図柄硬いな、あるんやな、やっぱり。パルコさん、キーパーすれば止めれるんじゃないですか。いや、僕、あの、怖いんで、無理。怖いんや。怖がりなんで。パルコさんはサッカーはやったことないの。ないですね。あれ、部活はなんかされたんですか。バスケ、あ、バスケットか。まあ、確かにサッカーのゴールキーパー怖いっすよね、あれ。ボールめちゃめちゃ速いもん。やばいやばい。プラスマイナスの岩橋さんのこと思った。って言われてますね。岩橋。似てるかな、パルコ店長。あ、僕ですか、はい、分かんないですね。バイバイ半端なんて言われてますけど、ちなみにバトラーかゆるキャラグランプリ大丈夫ってやってますけどね。いやー、どうなんですか。投票お願いします。あれ、いつまでですか。投票知らないです。知らんのかい、はい、もうあったんやったっけ。まだか。オンちゃんみたいに可愛いのだったり、ね、組織票が入りますからね。こら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 。あ、じゃあ気候なんじゃないですか。あ、いろいろ、はい、他のバトラー喋るよね。関東気候なのキャラじゃなかったの、はい、バトラーってこと。一応全体やね、気候なグループの。いや、もともと非公式キャラクターです。あ、非公式やったんですか。はい、非公式。え、もう今回公式になったんですか。いやー、どうなん、なんかうやむやなままですね。なるほどな、はい、バトラーってね、言われてますけど、誰か川島とキーパー変わってあげてってことで。そうですね、あるし、あ、あの人誰やったっけ、手の長い昔流行った人ね。なんすか、シジマール。あ、そうや、シジマールや。あ、今のゼブラちゃう、ゼブラや、店長。え、どこに。え、マフラー、マフラー。あ、ほんまや、ヒヒン。今そう、ヒヒン言うたからゼブラ。ヒヒン、あ、ヒヒン言うたらゼブラな。そう、ゼブラ。ゼブラ、時はヒヒンって言う。そうそうそう、言うな。何回言うねん。それあれなんですよ、コメントで教えてもらってね、前に。今ヒヒンって初めて聞いた。そう、ヒヒンって言うたなと思って。あ、また言うたよ。お、金、これ店長モロタでしょ。いやー、来ましたね、大雪。しかも金ですよ、上。あ、バイブしましたね。おっと、あ、これカットイン熱いですね。これはもう完全にやっぱケースケホンダ持ってますからね。サッカー選手でキーパー選ぶ人偉いと思うわ。トミーニコ生出てよって出る。トミーは今日日本セミの忙しいやろね。はい、パルコは顔面ブロックしておいて。石垣とか、ね、よしよしよし。パルコのゼブラ単発っぽいなって。パズルが趣味なの。まあ一応ね、冬砂はその核変継続というよりは多分時短で引き戻しながら核変に入れていくっていうスタイルだと思うんでね。これ渡ったと思うけどねーって、ね、あ、でも4話なんでね。序盤ですね。序盤序盤ですね。言いたいだけやん。店長言うときこっちのカメラ使っていいよ。こっち映ってるから。あ、こっちも映ってる。映ってる映ってる。いや、これはちょっと。お、こっちも11入った、同点。おお、言われてますよ。え、そう、マジ同点入った、同点。わー、乾が決めた、同点や、ゴール。いやー、さすがや。ごめんね、ちょっとティーバがあの
若干ラグあるんでまだ見てないですけど、まだ入ってないよ T 番、はい、衣類同点当たって、こっちもでも2位やから当たんちゃう。まあ緑カットインでしたけど、それまで完璧でしたけどね。犬やった、パルコおめでとう。犬来た、あ、来た、当たった、こっちも当たったよ。来た来た来た。しかも赤保留や。赤保留、あの雪だるま。ヨーモニー、これあれちゃうかったかな、最終わらへんちゃうかったこれ。いやこれ来ましたね、よく一人で当てました。じゃ僕ニコ玉の時めっちゃ当たるんすよ。あーあーやばい、すごい。あ、入った、すげえ。長友、アイリスと大山が見える。やば。そなた完全無事、パルココメントする、リスナー信じたら嬉しい。本田圭佑ちょっと映ってますね、映ってる、パルコ、よしよしよし、チュンさんゴール、日本のゴールと同時当選おめでとう。やば、違いない、パルコ見てないじゃないか。大当たりを消化しますわ。はい、あ、これで 1-1。 いやー、熱くなってきましたね、日本。この人はこの人。あ、ちょっと遅いですね。そうそうそう、10秒から20秒ぐらいちょっとラグがあるので、長友頑張ってますね今回ね、すごいね、やっぱ単発、パルコ単発だったけど。ごめん、パルコ見てなかった。いやもう基本的にあの日本代表の点と同じペースで当てていきます。そうですね、じゃあ次は何分後かな。いやようやりましたね、ほんま。川島じゃなかったら 1-0 で勝ってますからね。川島です、やばいな。柴崎がどれだけうまくやるかですね。で、柴崎君もね、可愛い嫁さんね、できるから羨ましいね、ほんとね。元ハロプロの子やったっけね、あれね、嫁さんね。あ、そうなんですか。マノエエリナさんやったから、結構有名な女優さんみたいですけどね。いや最近ね、はい、最近ってかあれですけど、まあ、グランドオープンの前結構忙しくて、はいはいはい、まあ、やんでくるじゃないですか。まあちょっと追い込まれてきますからね、いろいろ。やんでないですけど。でも今井さんね、ずっと僕あやや見てましたから。どうした。元気もらってた。あ、元気もらってました。ちなみにおすすめの曲一つ。いや、なんかね、何でしたっけあれ、あややの、はい、ちょっと大人になった後のあややのライブみたいにあるんですけど、それなんか池澤マネージャーも昔同じようなこと言ってたような気がする。そう、めっちゃ歌うまいんですよあいつ。あいつパルコの彼女みたいになってるけど、今一つ前やな。そうなんですよ。でそれを見て、はいはい、めっちゃ癒されてたんですよ。あ、元気もらってた。全盛期でしょ多分、10年以上前。そうですね、いや当時は全然好きじゃなかったんですけど、まあまあまあ15年ぐらい前かね、じゃあ多分あややの全盛期は。パルコ重複当選、あ、プリンセス久子が ご観覧してるってことで、あのあれやね、高円宮さんやったっけ。あ、あのさっき映ってた方が、そう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 、何でしたっけこれね、私漢字読めないんですけど、日本サッカー協会名誉総裁のりひと新王妃久子殿下かな、間違ってた、ごめんなさい。あ、今夜は右打ち、右打ちね。そう、こね、冬その右打ちですからね、今ロリコンパルコを取れた。いや、ロリコンですよ。いやでも本当にね、はい、そういうことですよ。そういうこと、どういうことやね。冬ソナで言うたら、はい、あれですか、あのチェジューさんとかじゃない。何がタイプですか。タイプ、タイプ。いやチェジューはそうですね、あんまり。まあちょっと童顔で言うんやったら2番のね方かなって感じだけど、パルコメンバーって言われた。パルコさん理想はいくつぐらい離れてる方がいいんですか。何がですか。女性の理想はいくつぐらい離れてる方がいいんですか。離れてる方がいい、はい、若い子やとしたら。まあ若い方がいいです。15ぐらい。あ、でもやっぱりあれですね、はい、なんかやっぱり20代後半くらいが良くなってきましたよね。25からまあ29ぐらい。昔は若ければ若いほどいいとか意味わからなくて言ってましたけど、まあ、それ自分も若かったからでしょ多分。あ、大雪、あ、大雪、あ、チャンス、引き戻しのチャンス。貴賓聞きたいな、またバトラークの中身ベスカーだったんかなって言ってますけどね。でもゼブラってシマウマでしょ。そうです、シマウマ貴賓なん。ゼブラ、シマウマって泣くんかなって思ったんですけどね。シマウマ貴賓なんかな。まあ馬やから、バトラー人形をしお願いしますね。島の馬やから。どういうことだ。え、島じゃあ普通の馬はどうしたらいい。赤マフラーか。熱っ。いやでも軍がないですね今回。いや何かしら出るでしょう、ね、ワールドカップ見てたらおしゃべりできないじゃん。今見ながら打ちながらタイムリーにやってますけどね。
全くあかん日もある。ガルガンディア、フジコ、ともぎ 30% 通常引くし、ガンダム100式の金保留外すし、新ホギアは2連やし、つらかったということでね。そういう日もあるよね。今日、松木さん来ますかって言ってますけどね。松木安太郎はい。松木さんね。あの、解説ね。解説ね。NHK はね、割ともう解説の方も決まっちゃってるからね。松木さん、どこやったっけ、はっちゃん、フジテレビかな。ね、言われてますけど、危ねえ、あ、川島が初めて仕事した、川島不正だよ、危ねえ、川島危ない、川島危ねえ、もうそればっかりやん放送よりコメントですね、わかります。昨日誕生日の厄年の女性どうですか、これ Y やな、はい、おばさんです、すみません。あ、そうですよね、誕生日でしたよね。そうなんですよ、おめでとうございます。ありがとうございます。何も用意してないです、はい、いやいや、いいよいいですよ、はい、まあ、でも昨日もね、あのちょうど、ま、そのわざわざあのなんやろ、お誕生日おめでとうっていうのを言いに来ていただいたリスナーさんがいらっしゃいまして、素晴らしいですね、嬉しかったですけどもね。僕は8月17日なんでお盆ちょっと過ぎたぐらいやな、いやもうねパチンコ店とかだとなんかもらったりできないんでね。そうですね、じゃあ私がいただいて差し入れで店長に渡してください。それがいいですね、はい、3点方式でお願いします。そうやね、川島を褒めてあげて、はい、ああ不正だからね。いやでも川島さんやっぱ前の試合とのあれがあるから帳消しなのだいぶ大変ちゃう、みんな大丈夫。いやもう無理でしょ、さっきのもあるし、聞いてないと言ったシマウマの鳴き声って犬みたいな鳴き声なんやけどなって言ってますね。気品やったで、思ってなんかサイがあれっすよね、シュニーンって鳴くんすよね。シュニーンな、いやなんか昔トリビアでやってたような気がしますで、あ、マイマおめでとう、ありがとうございます。マイマおめでとう、ありがとうございます。もう終わったけどね、まあまあ一年頑張ります。またいやーさっきのちょっと暑かったんかな、なんか打とてますね、なんかねえ、フルソナ自体もね、もう半径的にはかなり古いんでね、16年ぐらい前。いやなんかフルソナの歌、タカジンとかもなんかカバーで歌ってましたよね、あの最初から今までやってて。そうそうそう、それ、はい、それですね、えあれはいい歌でしたもんね。僕あれめっちゃ好きなんですよ、あの 恋出水がなんかあの替え歌で歌うやつ知ってます、あの昔見たけどちょっとネタ忘れたけどなんか思い出した今 YouTube 載ってるかな、みんな見てください、見てるのはサッカーで配信は聞いてます、ラジオ感覚でお願いします。ああ、おめでとう、おばはんおめでとう、ありがとう、おばはん頑張って生きてるで。パルコはサッカー知らないのになんで川島には厳しいんですか。いや嫁さんが美人だからですただのひがみってことでいいですね、はい、いやでもほんとね、はい、キーパーもうでも誰出すねってなってますもんね実際。そう、私もねちょっと今 J リーグとか全然見てなくてですね、新しいそのゴールキーパーも分からないんでね、ちょっと実力分かんないんでどうなんかなと思って配信あのねテレビとか見てるんですけど、まあそのサッカーやってる人たちの話ではまあ東口で良かったんちゃうかっていう話が多かったですけどね、3人いるからね。なんかそのキーパーの凄さってもう全然わかんないですもんね。そう、まあその昔だとねキャプテンシーとかいろいろ言われてたけど、はい、今関係なさそうやもんね。キャプテンシーって何なんですか。キャプテンシー、統率力。なんかキャップで、あのゴールキーパーって後ろからこう指示出すみたいなイメージがあるから、やっぱ若林さんがいりますね、日本にはね。いやー、若林玄三さん、ほんまいりますよ。あんな天才おらんかな、どっかに。だって、あれですからね、あのなんでペナルティーエリアの外から点入れられないですからね、基本的には。うん、サッカー見てないからわからないよ、ね。え、川口で OK。川口さん、この間テレビ出とったね、解説で。やっぱかっこいいね、あの人ね。いや川口はでもほんまなんかたまにってあれですけど、すごい神がかる時とかありましたもんね。まあ、キーパーやっぱそれあるんでしょうね、きっと。安定性っていうかは。なんかのアジアカップかなんかの時の。そうですね。すごかったっすもん、あのなんか、変わった時、ゴール。ハルコの守備はひがみって言ってる。若島津君、なんかさっきの話で言うと、パルコさんが言うには、フォワードに転向するから。フォワードに転、まあ、転向っていうか、フォワードもやるみたいな。ね、ゴールキーパーもやってフォワードできるってすごいよね。そうですよ、昔なんかいましたよね、キーパーでフリーキック蹴るやついましたね。なんかいましたよ、ね、たまに特殊なのいますけどね、日韓戦かなんかの時なんかいましたよ、ね、四捨五入でしそじのバイバイ、誕生日おめでとう、ありがとうございます。あの細バーと同じこと言わんとってもらっていいですかね、ほんとペヨンジュ今何してるのってことで、絶用帰ってるよってコメントありますね。なんかね、コメントいただいたら芸能事務所の社長もやってるみたいなね話してましたね。川島も褒めてあげてってね、川島初めて仕事したからってやつをね言われてますけど、
非常階段の木鈴木パルコさん。、うん、よう覚えてんなこのネタ。今度はベンチから落ち着け落ち着けてアクションしてたからねってね。川島以外は前線してるんじゃないですか今日の試合で、ね、これコーナーキック大丈夫なあ、もう終わってんのかそちらではコーナーキック。そうですね、川口は PK 戦の時が強いイメージがありました。そう、わ危な、松木さんの現役復帰でお願いします。いや本当中田がねもうちょっとやってほしかったです ね。まあでも中田さんもね、まあキリが良かったんかもしれないね自分の中で。ピヤングは帰っていいと。30代なんかまだまだ若いよってことでね、まあ、やれることも限られてきますからね。どんどん危ない位置で相手フリーキックって言ってますね。セネガルもね、まあこれ今日今回のねグループみんなあれでしょ、日本よりはもうランキング上ですもんね。そうでしょうね、日本知らん間にめっちゃ落ちてたから。なんか FIFA ランキングもなんかそんなあれなんでしょ。そう、あの結構適当なとこありますもんね、試合数とかもあるんで。しょっちゅう試合してるとことかね、また試合してない地域とかでまた変わるでしょうしね。でもペイ43は東日本大震災の時に1億円寄付してくれたんだよ。あ、そうなんですか、ね、一応ペイ43とかね、やっぱりその親日家というか、それはね冬そんな大ヒットして。やっぱりまあお返しって言うとおかしいけど、まあ日本好きな方多いですからね。日本一番下やでってグループの中で。そうですね、まあこれで勝っていけばまたねランキングも上がるんでしょうけど、アジアの中でもちょっと低い方なんかな今。確か川島反応せよヒヤヒヤするわってやってますね。長谷部は長谷部出てますよね今回も。3大会連続キャプテンってすごいなと思いますけどね。長谷部ですか。長谷部、あーそうっすよね。そうですそうです、宮本さんの後継いでねずっとやってますから。いやー宮本良かったっすね。いやーやっぱりね2002年思い出しちゃいますからね。いや本当に実際日本弱いもんねって。まあこれはね、あの頃だってめっちゃ面白かったしサッカー。まあ多分こう見てるあれもみんなはね若かったからっていうのもあるかもしれんけど、 J リーグも盛り上がってましたしねあの時ね。日本弱い、まあもちろんね10年前に比べたらもちろん強くはなってるんでしょうけど、その分他の国も10年経ってるからね、やっぱり差縮めよう思ったらやっぱり大変ですよねこれね。常安で前半終了ということで1-1でなんとか乗り切ったっすね。よかった、ああ終わったっすね。宮本我が町の英雄、宮本さんは賢いしね、頭いいしサッカーもできるしイケメンやしね、言うことないよね。チリウさんも寄付してくれたよってことでね、やっぱ親日家ありがたいですね。2002年はイタリアスペインにとっては悪夢やったって、ね、同点で前半終了。いやでもこれ後半疲れてくるからどうなんですかね、いつも日本言われてるけど。いやでもセネガルもなんか後半やる気ないでしょ基本。やる気ない。どうなんやろう。あこれ右内間だ。今回でもちょっと勝っときたいですけどね、最低引き分け以上 やろうけどな、セネガルってね。今や J リーグにイニエスタ来る時代やからねってことで。いやー、ね、ほんとね、ヴィッセル神戸信じられないですね本当に。あんなスーパースターが今年は。でも J リーグ見る価値あるかもしれないですね本当。なかなかそんなスーパースター来ないからね。来ないですね。川島帰ろうって、初戦の川島もよう守れんしってね。でもキーパー変えるのもったいないですもんね。ちょっとまた空気変わりますからね。いやその交代枠で使うの。あそうですね確かに3人、あとスクランブル枠って今あるんかな確かね。なんすかスクランブル枠。なんか今回、なんかちょっと私にわかで申し訳ないんですけど、なんかケガした時のために、あのその通常の交代枠じゃなくてなんかスクランブルみたいなんでいけたはずなんやけど。でもなんかオーバーアクションすもんねサッカーの人たち。まあ遅延さすのもね一つのあのテクニックやからなんとも言えないですけどね。はい、川島の実践来店いつですかってってます。ね、宮本は娘と同じ高校ってことで、ああ娘さんじゃあ賢いな。パルコはセネガルの投げ押しってその発言なのって言ってるね。いやなんか誰かやる気ないって。誰かがなんか言うとったんですよ。トミーかな。なんかユーチューバーのなんかサッカー詳しいやつおるじゃないですか。ほう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 。あそれで言ってた。ミノルかなんか。ほうほう。で言ってた。なんか言うてましたよ。へえ。
後半大迫と乾のスカイラブハリケーンあるでないでいやスカイラブハリケーンやってほしいですね完全に怪我するやつやな、はい、パルコ意外と毒舌パルコは発言が偏ってるイルマンの悪夢なかったらいいってなあイルハンマンソとね全盛期過ぎてたとはいえジークやるシーンと来てたんやでそれはもう J リーグのねあの創世期ですよねいやほんとね確かにそういう考えたらあのベルディにもあの人いてたよねあ名前忘れたビスマルクかあビスマルクいましたねあとグランバスもピクシーいましたからねあそうそうストイコビッチねあのストイコビッチ日本の監督ならへんのかなと思ったんやけどないやストイコビッチね、うん、めっちゃ好きでしたわねえピクシー名古屋の妖精いやなんか今回もまあちょっと時間足りへんからあれやけど日本代表の監督なってくれたらいいのにってちょっと思ったんですけどねてか日本人がやればいいのにと思ってた、ね、日本人なのかなもうコミュニケーション取れないでしょだってまあね今回のハリルさんちょっといろいろありましたもんねまあねかわしますための時点であかんでねパルコの発言が上って、パルコは何か心に闇を持ってるんですかなんで言われてますね川島セーブすらしない周りの人も川島あかんって言うてるって高橋陽一さん CM 出てたんやって、ね、変更パルコ好きって昔はジェイコが J リーグの鹿島に来た時びっくりだったわーってことですねブラジルの英雄ですからねあキャプテン翼に代えますかキャプツバね実は前回の日本戦の時にやったんすよで関東も同じことやっぱ考えてたからねそう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 今回ちょっと見送りましたパルコさんハーフの感想はハーフの感想ほとんど見てないんですけどそうそう後半やっぱちょっとホンダ出てほしいですねめっちゃ押すやんワールドカップにキャプツバ打つのホンダ好きなんですよ僕はいはいリスペクトですよねいやリスペクトはしてないですしてないんや、はい、好きなだけです川島だったらあと2点入れないと安心できないってね今日万発出なかったらホンダ部屋からアルシンド部屋にお願いしますもうほぼ確定じゃないですかもうそれはい言われてますね川島とネオ姫路の店長トレードお願いって言われてどういうことラファエルやるワールドカップ出ちゃう何がラファエルなのか全くわからないですけどラファエル太郎なってましたけど、ね、武藤はようそうやね武藤さんも出てないもんねねえまあどうなんやろ後半ちょっと余裕出てきたらもしかしたら変えるかもしれへんけどなハリルにインタビューしに行ったテレビ局を追い返されてたよってことでもう悪夢なんやもう思い出したくないんやろうねハリルさんはまあね何があったかはもう当事者しか分かんないですからねそうそう後ろですねリネカーは期待外れだったリネカーってどこにおったっけジェフちゃうわ名古屋やったかなケイスケホンダはベンチを温めてくださいああ打つん忘れてた打ってとりあえず打ってぼーっとしてて打つん忘れてたサッカーあの、ね、注目したら分かりますけどとりあえず今打っといてくださいいやもう今後半ってかあれでしょそうそう今あのハーフタイムハーフタイム牧野が見たいということですね牧野見たいっすねどうなる今のディフェンス陣でもちょっと安定してんのかないやよく分かんないっすねねえそのあの後半はどんな感じで攻めますかまあ、しょっぱなフォワードのゼブラさん出てきましたけどそうですねはい。ヒヒン言うてましたね言うてましたね、まあ、あのやっぱり得点力不足と言われてる解消されましたけどねちゃんと決めてきましたから、はい、マキノな今ハーフタイムだからねパルコさんは本田さんみたいに両腕に時計しますかいや僕両腕に時計してないですねしてない逆にあれどうなんですかねしていやでも高校からですよねあの人そうずっとやってるからねそうなんかそのあ なんでやってるかはあんま分からんけどねやっぱその聞いてもやっぱケースケ本来にしか分からないことあるんでそうですね凡人には理解できないんですよ本当パルコシール作ってよって言ってますけどねいやパルコシールあるんすけどあできてるんすかいやできてるっていうかデザインよねおうはいはいちょっと今やり取りしてるんですけどもちょっとあんまり気に入らない、うん、そうなんですよ全然進まないんですちょっとケイスケホンダ風にしたエンジャーズパルコさんもいや僕のザバーンがあるんでねあザバーンね知る人ぞ知るはいあの今日森茂樹が上げてましたはいザバーンえ嘘あツイッターで上げてましたよね、はい、嘘ホンダベンチから指示してたよっていやほんと森店長めっちゃ上げてくるわ人のことそう自分のこと何もせんくせにねラファ太郎の偏ったパチトーク結構好きあの人濃いからねほんまに濃いよあ誰あ太郎さん太郎さんラファ太郎ねそうそう太郎さんほんまね、はい、濃い自由やしこの間だからちょうど姫路駅前店の配信来ていただいたんですけどもうすごい嬉しそうに悪代官ずっと売ってるんですよああ
爆弾感ね。そう、にこやかに打たれてました、ね、入れますよ次。そう、はい、楽しそうにしてた。あったんで、あ、こっち持ってこんの。いやいや、 あったっていうかあれですけど普通に、はいはい、あ、もう、そうそう、向こうでは稼働しないからってことかな。稼働終わる、普通にうちが入れるだけ。あ、なるほどね、はい、別で入れるってことですね。カズオワールドカップで見たかった。まあこれはね、その日本人感情で言うと多分そうなるんでしょうけど、でもあれを決断した岡田監督はすごいなと思いますけどね。前なんか対談でなんかやってましたね。やってたやってた。だってもうそれは戦力を考えてのことなんで仕方ないよね。ホンダは年を重ねるごとにゴリラになってきてない。あー、ゴリラ、まあもともとゴリラな顔やけど、そうやね。まあでもちょっと最後のワールドカップって言われてますからね、ちょっと活躍みたいね。サッカーでフルスラ集中できない。ホンダはいろいろ痛いとかパルコ言い過ぎだぞって、できたらもらいに行くねシールって言われてますね。はい、はい、アボシワフさんの稼働いかがですかって言ってますね。ああ、いいですよ、ね、あのおじ様方がめっちゃ、そうそう、冒頭でもお伺いしましたけど、ダンディーなおじ様に支持受けてるという。そうなんですよ、まあ、でも案外そのおじさまも奥さんがねこの冬ソナ見てたからっていうので話してる人も結構いますからね。まあなんか今初めて打ちましたけど分かりやすいですよね。まああの韓流ドラマのね王道ですから冬ソナ、まあ、こっからハマった人もいますからね。いっぱい刺激の見たついてね、ザバン見た見たって、ね、冬ソナって3万発までは狙えるよって言ってますね。ほんまに？そうか。まあでも16ラウンドの出玉ですもんね、通常でも過去編でも。それが大きいかな。ホンダは病気のせいだからねって言われてますけどね。まあまあいろいろ言われてますけどね。アボシ店どの辺、駅前にあるんですか？あ、駅から一応歩いて来れる距離ではありますけど、そうですね、まあじわっと汗をかきますね。じわっとね。夏はちょっとどうですかね。いやー、まあまあ、かくでしょうね、まあまあ、汗を。アボシどうなんですか、結構暑いんですか、こっちの方。いや、今んとこそういうのは感じてないですね。雨とかもそんなに、そんなに。そうですね、駅はアボシ、JR アボシ駅が一番近いんですけど、まあ歩いて10分ちょいぐらい見てもらったらいいかな。そうですね、10分かかんない。800m と言われてますね。そう言われてますね。はい。はい、ただまあ、でも駐車場めちゃくちゃ広いんで、お車の方はね、かなり快適に来られるんじゃないかなと思いますね。腰痛で休んだから、おもしろ天井させられたのって言われてますけど。それは関係ないよね。そんな。うん、それは関係ない。いそうや、ね、確かに入院してたよね。してましたよ。懐かしい。あれ、1年ぐらい前ですか？あれが夏ちゃいました。夏ですね。誕生日を病院で迎えました。私は切なすぎる。マイホンのカツ丼が今日から調整中なってたってますね。あらもうカツ丼もねちょっと少ないんでね、台数どうなんすかね。カツ丼もまたね、あのツイッターでは割とね、そのあのライジンマンぐらいちょっとにぎわってますけどね。車両基地の近所ですか？車両基地ってやろうんすかこの辺。あ、でもそうですよ、そうです、そうです。あ、じゃあそうみたいです。すみません、はい、私ちょっと網走の住民じゃないので詳しくはないんですけども。南ですね、はい、歩いてちょっときつかったよってありますね。はい、123とか567とか順名が多いな。まあ一応チャンス名もありましたからね。古巣が朝のタクシー間違えすごすぎて歩いた。いや、もう歩いた方が早いですよ、タクシー。逆にタクシー待つ時間あったら歩いた方が早いかもしれないけど、ね、タクシーが、はい、多分、あ、どうなんやろうな。なんか、まあ、歩いてきてください。まあ、あの、健康体な方であればね。そうですね、そんな遠くないんで。まあ、間違いない。はい、まあ、私も、あの、オープン前のね、放送の時にここ来させてもらった時は、行きはあの、電車で、あの、歩いて行きましたからね。まあ、キャリーバッグとか持ってたらね、やばかった。話変わってきますけど。まあ、手ぶらだったら全然いけると思います。はい、全然いけますね、はい。ワールドカップに出てる手越さんが最近目立ってうざいと思うのは私だけでしょうか。手越？手越くん。ゆうや？ゆうやくん。ああ。なんか、まあ、なんか文集法かなんかなってましたよね。手越さんは割と有名ですからね、そういう感じのあれは。でも、無敵状態みたいになってますもんね。ただやっぱワールドカップの直前やったんで、もう今更下ろせないっていうのもあるから押し切ったところもありますよね、正直。まあ、サッカー好きなのはめちゃめちゃわかるんですけどね、レゴスさん。まあロシア行ってもね、なんか携帯つながらんのがラッキーみたいな報道出てたけど、あれもどうかわかんないけどね。
あ、そうなんや。ちょっとね、まったり感が半端で。パルコのツイッター復活させようぜって言われてますけど。え、ああ、もうやめましたよ。今はもうあれでしょ、網星一本でしょ。あ、そうですね、個人のやつはもう消しました。そうですね、はい、まあ、一応ね、天井とかがあのツイッター更新されてるので、あれやったらね、貴公の網星店のツイッターフォローしていただけたらと思いますね。手越夜中に見るのきついなって言ってる。ソナタで止まったらチャンス目あるんですか。ね、ソナタで止まったら冬ソナチャンス行きますね。冬ソナチャンス、はい。どっかの新店の店長はお迎えに伺います言うてた。どこに、駅に。これあれやな、今里の店長やな。何今里のね、上重店長が言ってました。どういうこと、駅まで。駅からどう行ったらいいですか言ったら、お迎えに伺いますって言ってましたね。手越は 1.9 でどんどんひどい目にあってほしいって。ね、美味しいですよね、手越くんね。ああいううっちゃんとかにいじってもらえるから。そうですね、ああ、ニュースのことは触れないでおこう。マッス以外問題起こしてるなってことで、まあ自主性っていうのがね、やっぱりちょっと難しかったんやろうね。手越いたら日本負けるから今すぐ画面から消してって。それは日テレに言うて、うん、明日のバトラーはパルコが入るんですかって言ってますね。パルコいいんですかバトラー。さっきね、はい、出ていただきましたけど、パルコインとか言ったらめっちゃ蹴られるんでね。オラオラ。はい、ああ、手越はもう投げ出て戻ろかないとね、当てて。まっすーが TOKIO に入れば問題ない。今日はワールドカップ終了まで配信を願い、金髪だなーって言われてますね。はい、これはまっすー、あれのこと言ってるの、手越のこと言ってるのかな。ああ、今日日本負けた、 あ、帰ってきた。やっと業務終わった感じ。そうですね、とりあえず、はい、一段落しました。一段落した、はい、ここでね、はい、ここで、新内登場、よろしくお願いします。はい、エースですか。モナリザが来ました、ね、モナリザな。僕いろんなあだ名持ってるね。僕が2つくらいあだ名つけます。この前デビルマンって言われてました。なんで、はい、デビルマンとモナリザ足して2で割ったい。はい、で今日事務員がアデランス中野さんって言ってます。いやもうそれただの悪口ですよ。ほんまやん。まあ放送ね、多分かなり久しぶりなんですけどね。そうですね、一回森口で。そう、森口時代に何回か出ていただいてまして。多分ね、その当時のニコ生名は鳥津西村やったんですよ。そうなんですよ。そうそうそう、ね、別の副主任の方がちょっと漢字がすごい苦手で、そう、島津って書けって言われて、書いた漢字が鳥やったんですよ。そうそうそう、鳥になってた。それでなぜか僕が鳥津って呼ばれてる。西村くんが書いたみたいになってて。あ、そうなんや。そうそう、ニコ生名は鳥津さん。で、森口の後に、前、どちらでしたか、日本海のお店行かれてたんですか。そうなんですよ、僕舞鶴。あ、おにょ、すいません、ごめんなさい。ですよね、日本海の方のお店で赴任されてましてね。いろいろあって飛ばされて。いやいや、で、主任で、アボして。そうです、またこっちの方に戻ってこれたんで、はい、よかったです。目標は大阪に帰ることなんで。あ、なるほど。あ、大阪やっぱ帰るのはまだあれなんですね。やっぱ帰りたいですね。帰りたい。どの辺帰りたいですか。やっぱり地元ですね。まあ一生帰ることないと思うんですけど、それか、おいおい、もう大阪市内。あ、市内にちょっと戻りたいっていうのを。あ、今俺に言うてる。めっちゃ目で訴えてました。あ、鳥津くん覚えてるよって言ってますね。鳥津くん覚えてるって言われてますね。まっちゃん元気かな。まっちゃんはかすみやからな。まっちゃんって、あ、松原。松原。あ、松原。長いですね、かすみね。長いですね。もう2年ぐらいになるんじゃない。かすみいましたからね。そうですね。はい、パルコさんの後じゃないよね。いや、僕の後じゃないですね。ですね。一回ちょっと挟んでる感じが、はい。挟んでますね。はい、あ、後半から。カニで挟んでます。カニで挟んでる。はい、得点ボードで出しておこう。パルコはホンダのマネで後半の決意ちょうだい。ホンダのマネで。もうリクエストされるとね、うん、できない。すごい恥ずかしくなる。ねえ、いや、わかるわかる。大阪半端ないって、だけどね。言われてますね。なんか今臭いなと思ったら、うちのワンコがベッドに丸こしてた。早く処理して。手越くんは今日も酒飲みながら放送してるのかなって言ってますけど、それはないでしょ、いくらなんでも。サッカーどうなってるんですか、サッカー。サッカー1対1。そう。おお。また川島がいらんことして。出た。そう、ファンブルして。ファンブルって言うの、サッカー。あれ、パンチングというかね、なんていうの、まあまあ、掴み損ねですよね。掴み損ねか、なんか、掴まなあかんとこパンチングして。パンチングしてけど、相手がおったんですよ、目の前に。で、足に当たって、そのまま入って。あまり悪口言うと結構叩かれるんで。いや、今日はもう川島は言われてたけどね。あ、
じゃあ僕もそれに便乗して。え、西村君はサッカー詳しいんですか？いや僕サッカー全くですね。お互いに知らんのかよ。知らないです。もう野球しか。あ、野球か。パルコさんバスケやしね、さっき仲間言うてた人もいたけど、川島をディスる配信で、トミー元気してるって言ってますね。トミー元気、あの人本当元気ですね。でも、あ、本当、あんまり寝てないですよね、あの人。そうですよ。でね、ショートスリーパーやもんね。中抜けって言って、はい、だいたい店長が朝出て、まあ一旦抜けるんですよ。はいはい。抜ける時間くらいに来ますからね。あ、はい、それも完全に分かってるでしょ。そうですよ、本当。パルコさんは一応そこは気使って抜けないんですか？あ、そうですね、抜けない時もありますね。抜けへんねん、はい、抜けもう抜いて、ね、もう帰ったよね。これもでもマネージャーが見たら気使って今日見てないでしょ。また500円くる。500円それをこの前、はい、言ったんです、直接。おう、あ、中抜けの時に直前に来ると。そうで、マネージャーはそのワールドカップの日本戦があるから、はい、帰るわ言うて、おう帰ったんですよ。おう、でその時にチクって言ったら、はい、コンビニで500円くれました。お小遣いちゃうねんか。ごめんごめんの気持ちですね、はい、宮川くんのせいで取り図やったっけ、言われてますね。あ、宮川、キレ売り割りインターのね、今ね、今副主任の、ニコ生名はゴッド宮川さんっていうんですよね。そうなんですよ、もうすごいすごい方なんですよ。いや、もうあの人レジェンドですよね。そうですね、英語も書けないし漢字もやばいしね。何がいけるの、リアクションだけかな。地震当日網走は大丈夫でしたかって言ってますけど、あ、おかげさまで網走は大丈夫でした、まあ、兵庫方面というか、あの西の方はちょっと被害はだいぶ、ね、かなり西の方だったんで、あの少なかったというふうには、ね、聞いておりますけど、まあ、ちょっと雨が下げた中とか茨城方面はね、やっぱちょっとだいぶ揺れたみたいでね、はい。ファルコこの前あったけど体臭きつかった。ファルコって誰や。俺ファルコ、ファルコになってるよ。ファルコじゃなくてファルコになってる。本当に、はい、川芝いらない、ケアしますね、川芝ですよ。あー、性感剤。二人ともワールドカップ予習しようって、役立たず川芝。トミーのカバンには未だにお菓子入ってるよね。いや入ってますよ。まだ食べてるんすか。いや、なんかご飯を食べないんで。お菓子ばっか食べてるでしょ。そうなんですよ。でもお菓子食べ過ぎるとお腹出てくるけどね、大丈夫なのかな。ほんとスタイルはいいです ね、 ねえ、トミー最近見かけないと言われてますね。アボシには来られてるんですか。いやだいぶ来られ…あ、これでっていうか、その頻度は減りました、ええ、まあオープンして2ヶ月経ったからちょっと落ち着いたからかもしれないですね。そうですね。もう単身赴任もじゃあ解除なったんですか、トミー。ああ、解除なってますね。なったんや、はい、なんか嫁とめっちゃ喧嘩してた。また、はい、ほんと仲いいですからね。仲いいね、本当に。ねえ、あんな美人な奥さん。そうです、うん、またひがみや、パルコさん。日本の奇跡を信じて応援するってことね。今ちょっと LINE が入ってないから慌ててチェックしてしまいました。お前いらんこと言うな。今日は日本戦見てるから多分見てないと思うよ。いや、でもなんか流しながら見てるんじゃないかなと。リアルタイムで来るんですね。でもお家におられたらあれでしょ、多分ニコ生見てないでしょ。いや、どうなんですかね。なんか奥さんにバレるみたいな言うてたよ。じゃあ、うん、大丈夫ですか、ね、宮迫惜しいってね。今日買ったら地震なかったら道頓堀大騒ぎやったやろうねと言ってますね。まあ確かにね、まあ、自粛ムードみたいなのあるんかもしれんけど、惜しい。あ、ほんまやね、大阪惜しかったね今シュート。え、あ、そうなの。もう見てなかった。見ようか。そうそう、西村君なんと TVer っていうアプリで見れるんですよ、サッカー。へー。じゃあ、 あの NHK で見れんかったやつはこっちで見れたってことなのかな。そうですね、民放でやってる場合はそれで見れますね。多分次回 の、 あの試合も NHK やったっけ。トミー細いよねって言ってますよね。細い細い、第三使徒みたいな体験者もね。肩こなって、はい、そのお菓子ばっかりのトミーに比べてパルコは育ったねとは出ますね。パルコさんでも最近自炊されてるんじゃなかったっけ。いや、そうですね、してたんですけど、ちょっとまたオープンしてからはなかなかちょっと、あ、時間がない。はい、そうなんですよ。まあ、スーパーもあそこ8時閉店ですもんね。そうなんですよ、なかなか行けないよね。夫婦仲良しのはいいことだよってことでね。いや、本当に喧嘩も激しいけど仲良しやからね。トミーはエリマネだけどランク3つくらい下の扱いでいいよ。まあエリアマネージャー、いろんなエリアマネージャーいますからね。誰が上で誰が下かはちょっとわからないけど。
あ、イケメンってなってますね。あ、チャンスですか。あ、チャンス。あ、ケイスケホンダはメンバーチェンジはなしですかね。なかったっぽいですね。ちなみにパルコさん、イケメン、あ、イケメンに言われてる、これパルコさんのこと僕じゃないですか、多分それ。あ、西村くんグイグイ来るで。ペヤングメガマックス食べましたか。いや、食べてないよ。やばいぐらいの大盛りなんでしょ、あれ。そんなにいらん。ペヤングちょっと食べたら美味しいけど、そうだね、4口目くらいからそんなにうまないですからね。そうだね、同じ味だしね、結局量多いけど。日本の勝ちを確信して値打ちします、ね、負けてたらどうするの。あ、言われてますね。こんばんは、竹幸、マイメモリー歌って。マイメモリー、何マイメモリーって。何マイメモリーって。これあれじゃん、森さんでしょ絶対。マイメモリーって何。あれじゃん、冬空で、アルバムはマイメモリーって書いてるから。いや、書いてるけど。だから自分の中のマイメモリー、マイメモリー歌えってこと。めんどくせ。ザバーンやだけ。ザバーンありがとうございました、うん、800はまるのなんでって言われてますね。確率です。はい、今日負けた方がペヤング超超超大盛り、ギガマックス食べていいよって言ってますね。これ多分コンビニで売ってるのかな。いや、どうなんすかね。見ないっすけどね。てかそれ知らなかったですし、僕。トミー天才的な面白さがあるんですよね。いや、トミーはでも面白いけど何もしてくれないよ、段取り。本当に。ヨーモニーっていうやつよ、マイメモリー。ああ、あれマイメモリー。え、嘘やん。ちゃうでしょ。ちゃうでしょ。マイメモリーって歌やった、あれ。え、本当に？マイメモリーやったっけ？キコちゃんの日程はまだ池澤さんが作ってるんですか？そうですね、日程管理は全部池澤マネージャーがしていただいてますね。キコちゃんの、キコちゃんの日程表を作ってくれてるのは、伊丹のゴリですけどね。はい。ペヤングのでかいのは3ついける。やば。超超超重りのやつ3ついけんの？ 3 ついけるってどういうこと？食べれるってこと？どんくらいでかい。あ、大丈夫、川島、危ない。川島にバックしただけで不安しかない。ほんまに。スーパーに10箱売ってた。同点で終わるとのことで寝落ちしますよ。同点で終わんのこれ、そのまま。ほんまに。ほんまね、0-0 とかで終わった時のサッカーの虚しさ、尋常じゃない。攻めきれんかったんかいってなるよね。ほんま。まあ、守備頑張ったねって言えますけどね。いや、言えないでしょ。フォワード投げしてんねんって言えますけどね。あ、今なんか、ボイス入った？何も入ってないか。いや、わかんない。ほんま、川島どうにかしてって。もう、みんなあれやね、不信感しかないね、川島さんに。まあでも、まあみんなあれですから。日本人ですから。応援しましょう。パルコさん、雑やな、まとめ方。ゴリちゃん、素晴らしい。パルコさん、超超超盛り、1個2100キロカロリーって言ったら想像つきますか。いや、全然使わんすけど、まあ、4人前分くらいってことなんですかね。2100って成人男性の1日のあれじゃない、カロリー数半分以上でしょ。2700くらいちゃいました。3分の2くらいちゃう。いやー、私1個でも長いっぱいっていうか食べれないわ。いや、でも味変したなりますよね。マヨネーズかけるとか、はい、焼きそば何かけれますか、味変えるとしたら。マヨネーズ。マヨネーズ一択。一択、からしマヨネーズ。あ、でも2つ出ましたね、からし、はい、マヨネーズとからしマヨネーズ。こう、いや、マヨネーズもめっちゃうまいマヨネーズあるでしょ今。あ、そう、あの普通のメーカーのやつじゃなくてですか。じゃなくて、なんかもうマヨネーズだけでうまいマヨネーズありますからね。へえ、それマヨチュッチュするんですか。マヨチュッチュしましたね。したんや。もう一平ちゃん食べてみて。なんかほんまになんか野菜のなんちゃらだけで作ったなんちゃらマヨネーズみたいなのがあった。なんちゃらしか言ってない。で、あ、これやと思って買ったら、それ舐めたらもうずっと舐めてましたもん。そう、ジュースやないですか。オープン前に。やば。はい。それはやばいな。1日分男性カロ、あ、男性カロリー、あ、2100、1日分ですって。1個が。長谷部出血。長谷部出血。大丈夫？やばいな。危ないな、川島。長谷部、ちょっと。気候だからやね、服が。そこ？ゴールキーパー、ゴールキーパーね。オレンジね。あ、ほんまや。倒れてるわ、長谷部。嘘。鼻当たったんちゃいます？マキノの出番ちゃん。あ、ほんまや、出血してるわ。ほんまや、どうしたん？鼻当たったっす、多分。あの、相手の腕が。あ、金来てるよ。ちょっと音ちっちゃない。そここだわねえな。これ長谷部退場はちょっと痛いんちゃう。どうなんやろ。川島嫌やって。
マイメモリー行きましたよ。マイメモリー。あ、友人多いですね。どれ？あ、これ熱い。あ、これさっきあのパルコさんちょっと外れちゃったけど。あ、もう打つのしんどい。サッカー見ときたい。おべへん。ペヤング食べすぎたんや。今大会 0-0 で終わった試合ないからってね。あのビデオ判定のおかげみたいですね。さまさま川島が正面に来たボールを止めた、褒めてあげて。正面やから。どこのカップ麺の CM 川島出てたよねって言ってました。あ、なんか変な人がいる。ホンダをアップしたらあかんって。あ、ホンダアップしてんの。ホンダ、あ、でも出血結構鼻血がすごいね。いや、でも何これ、一人少ない状態で始めるわけ。そうですね、一応試合は多分そのまま。あ、一応止まってますけどね今。普通に外れましたね。軍なかったですからね。あとね、ゼブラが出るとヒヒンってなるんで、そこ要チェックですよ。今日パルコノーゴールだから西村君大チャンス。任せください。いや、ノーゴールちゃいますよ。一応仕留めた。ワンゴールしてますからね。ワンアシストぐらい。パルコさん、ケイスケのアップを止めてきてください。いやいやいや。いやいや、パルコさんはケイスケホンダ出てほしい人やから。そうですよ、ケイスケホンダ好きですから。そうそうそう、好きというかモノマネしたいからかよくわかんないけど。いや、ほんまに、はい、この髪型もね、はい、いつも行く美容室にあるんですよ。はいはいはい。そこでホンダケイスケのモノマネしながら店に入ってったんですよね。はあ、そしたら、ホンダケイスケの髪型にしますかって言われて。ああ、じゃあお願いします。空気読んでくれたんや。はい。まあまあ、ワールドカップ期間ですからね。まあ、ベッカムヘアぐらい流行るのはちょっと難しいかもしれないけどね。いやー、ベッカム流行りましたね。ねえ、あれ、過去型もね、ウルフヘア。いや、めっちゃイケメンでしたもんね、ベッカム。いやー、まあ、今もね、まあ、そのもうダンディーなマダムな、あ、マダムじゃない、あの、紳士になってるけど、はい、やっぱ当時めちゃめちゃほんまにかっこよかった。また肘入ったってね。それはセネガルももう後半やから。いや、セネガルはもう後半足止まってきますんでね。だからもうやっぱりちょっとラフプレー目立つかも。ええ、ここちゃんと耐え、うっそー、あぶねここがね、耐え切ってくれたらまたチャンス来ると思います。川島はようって、ケイスケはようって言われた。いやー、ケイスケ本田アップしてたけど、どうやろうな、出るんかな。なんでこのキーパーの人って、はい、なんでちょっとカラフルめな服着るんですかね。分かりやすいようにじゃないんかな。誰に、あの、みんなに、あの、味方にも敵にも。同じようなユニフォームしてたら分かんないじゃないですか、誰がゴールキーパーか。また入ったね。もうこれ狙ってんね。ホンダ好きでも髪の分け方逆やで、パルコさん。いや、いいんですよ。いいの、はい、右と左でいいんちゃう、上手。セネガル当たりがきつくなってきた。韓国みたいなことだけはしないでほしい。これ狙ってるやんな。これわざとでしょ、これ。いやいやいや、もう庄司くんやね、これディフェンダーの。あ、なんか、あ、赤か。もうみんな下見てるけど。サッカー見てる。いや、でも本当すごいな、アプリでサッカー見れるとか。そうですね。ねえ、もう4年前とかじゃ、そう、ちょっと、そう、ちょっとラグあるんですけど。でも結構30秒くらい遅れてる、ね。そうですね、結構ラグありますね。コメントの方が早いもん。そうそう。明日仕事なんでお先にするとか。これアプリちゃん出会い第一話。いや、出会いは弱いですね。いや、もうちょっと学生服はさすがにきついですね。これでも、でも10年前やから30ぐらいかな、2人多分。うわ、惜しいって言われてる。やっぱラグがあるね、ちょっと待ってね。あー、多分点入りそうやったんかな。入れろや、ちゃんと。おい、レッドカードやーだけどね。誰、さっきなんかカード出たんだけどな。あ、大阪惜しかった。あ、大阪ね。そうっすね、今得点力あるとしたらやっぱ大阪さんになるのかな、香川がね。いやー、と、これこの、もうすぐちゃう。お、大阪ーって出たけど、我々タイムラグがすごいですから、ね、そう、コメントで先に知ってしまうっていうね。まあまあ、先読みできるからいいけど、全然惜しいの、けえへん。あ、今のがね、惜しかったんか。あ、来た。そういうことやね、滑り込んだやつね。これちゃいます。うわ、これは決めなあかんやろ。いやー、また言われるよね、日本は。まあまあ、頑張れ。にわかすぎる。いや、これは決めなあかんわ。まあもう当てるだけ。あ、アーチャー、あー
えー、ただいまタイムラグで視聴しております。いや足当たってたら入ってたよね。いや入ってたと思う。そうだね、ちょっと軌道変わってたよねあれ多分。まあでもよう同点追いついたと思うわほんま。あさっき入れられとった。そう、川島のミスでね。そこはまた言うたそこは川島の悲劇やから。そうですね、そう考えたら、ね、先に入れられるのってテンション下がるもんねやっぱね。日本がゴールしたらまた当たるよさっきちょうどだから日本がゴールした時に店長も当たったんですよね一緒に。そうちょうど時間的にはね良かった。あと30分ぐらいですかこれ試合的には。あそうなん、ね、多分ね後半始まって今10分ぐらい20分ぐらい。長谷部もやっぱあれやな、おっちゃんになったなこれはピッチで喋ってる声って聞こえるんですかねお互い。そうですね、聞こえるんかな。いやでもパチンコ屋くらいうるさいちゃうんすかこんな今回その鳴り物応援してるかどうかわからないですけど、なんか静かやったら聞こえるかもしれないけど、川島ばっかり初戦の失点も防げたわってね言われてますね。いやほんま川口おったらね川口若手育成しませんかそろそろキーパーってなんか息長い人多くないですか、まあ、やっぱりうん、30代後半でも全然ね代表選ばれてる国の人も多いですから。あ大丈夫あ危ないよっ。いやまあでも今日はねもう多分日本国民ほぼほぼ見てると思うんでサッカー明日お仕事の方以外とかはね。いや見てるでしょ仕事の人も、うん、まあ本当にそういうねこういう有能なアプリがあってよかったです本当にフリーだったのに。結構ね女子もねワールドカップはすごい見てるっていう人多いんでね、やっぱイケメン選手多いからウォッチする人多いですよね。クロアチアとかね、イングランドも結構男前の選手多かったですからね。そうそう。やっぱりあのハメス・ロドリゲスかっこよかったよというね、声も多かったですね。ああ、ハメス・ロドリゲスってかっこいいんですか。かっこいいですね、あの人。めちゃめちゃ男前です。何これ、ね、うわー。うわー言ってる。まあでもやっぱりクリスティアーノ・ロナウドなんかな、一番は。ね、もうあの方も30過ぎやからね、もしかしたら今大会最後かもしれないですけどね。犬惜しい惜しい言われてますよ。めちゃむせてる大丈夫席が止まらないんですよ僕ずっと。そうなんですよ。あら風で。あ風いろいろあってる。いろいろあってる意味深いろいろあって気管支炎とかなってるんじゃないかもしれないです ね、ちょっと病院行かないと。気つけないとね。あれ苦しいよね席続いたら。苦しいです、ね、バー直撃やった。止まらないんですよ本当に。惜しい。売ってる人もイケメンですよ。ありがとうございます、ね、どっちのことやろ。どっちのことですか、ね、アデランスさんが惜しいでしたザ・バン出すのやめてもらっていいですか浸透するじゃないですかもう今後それで。あほんまやバー当たったわ。アデランス中の店長今バー当たってたよ犬に。あそうだ攻めてますけどね。攻めきれんのかな。いやでもねまあでも絶対セネガルは後半疲れてきますんで。おうチャンス、攻め時ですね伸びしろですね風に言うのやめませんかいやちょっと遠慮がちに言いました。遠慮がちに決定力ないって言われてるね。いやいやまあでもまあでも、まあ、柳沢だったらまあバーにも当たってない今話題のね、柳沢さんねいろいろありましたけどね。いやでもどうなんやろうね日本のフォワードでこうがっつり仕事したっていう人。いや誰ですか高原とかですか。あドラゴンどもとかちょっと前かタバナとかどうやろう。まあ天才とか言われてた人はいろいろいますけどね。いや本当ね平山とか森本とかそういましたけど結局ちょっとね体制っていうまではいかなかったもんな。誰なんですかね。まあでも岡崎良かったんちゃうんですか。ああ今回ちょっとサブメンバーですけどやっぱちょっと怪我の影響なんかな、ね、スタミナだけは日本あるよね。あ長谷部さん復帰だからケイスケ本田さん今日はなさそうって言ってますないか今日は。でもポジションちゃうでしょ長谷部ボランチっすよね。ミッドフィルダーの真ん中らへんですからね。
本田どこら辺やったっけ、トップ下。僕らが小学生の時ってボランチなんかなかったですよね、ポジション。あ、どんどん変わっていきましたね、そういえば。確かにスイーパーとかありましたよね。あ、スイーパーは分かんないですよ、私サッカーはやってなかったんでね。ケイスケケイスケ本田なさそうっすね、今日分からんけど。まあ分かんないよね、怪我もあるかもしれないし、ちょっと当たりが本当にきつくなってる感じは今見ててするんで、もしかしたらやっぱセネガルの足が止まってきてるんじゃないですか、ね、だから体当たりにいってるのかな。そうですよ、セネガル後半あたりがだいぶきつくなってきたねって。いやだからもうこっからですよ、もう絶対チャンスありますからね。スイーパーって床掃除するやつですか。え、スイーパーってなかった。いや聞いたことありますけどね、どのポジションか。守備専門みたいな人、あのバレーボールでいうあれですか、リベロみたいな。スイーパーってあったよね、左下ぐらいにおる人。ちゃう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 、あのマジゴール前でずっと守ってる人みたいな。いたっけな。いや、なかった、スイーパー。誰か教えてパルコさんと同い年ぐらいの30代中盤の方ほんまに危険な位置のファールになってしまった。え、ホンダ投入とか言ってんねん今。そう、来た、ついに。いやー、ホンダはあかんでっていうツイートめっちゃ増えそうですけどね、大丈夫かな。いやいやいや、やっぱり本当なの。でも今そんな流れ悪くなさそうなんで。そうですね、まあまあ一応ボール保持率は日本高そうですけどね今。本田アカンって。いやほら、スイーパーサッカーあるって。トゥルースリーパーのことですか。いや違う違う、サッカーのスイーパートゥルースリーパー高いよ、お高いよね。あ、犬イレッドカード取られ、あ、イエローカード取られた。なんで、あの倒した。ほらスイーパー、ほらほりゃほりゃ、ね、あらほんまや、犬イエローカードだっけ、出たわ。ゴーストスイーパー、ディフェンスにおける最後の砦それも今なくなったんですか。じゃあおっ、正面ギジさん、取り組み、志村くん、チョークスリーパーですか大喜利始まりましたよ皆さんまあそういうことですよ、まあ、ちなみにそれは緑保留、ああそうか、 SP ですね、緑保留めちゃめちゃ多いんで。これでも疲れてきたらね、こう体からこう入れちゃうの、どの競技も一緒っすね、やっぱね。足止まっちゃうからね。ほんまに。ファール多くなる。いやぁ、遜色も終わりましたね。終わりました ?OK?、はい、バトラー君輝いてますけどね。セネガル、これどうやろ、フリーキック。大丈夫?まあ、でも終わってんちゃうんすか、リアルタイムで。まあ、リアルタイムはね、はい、あ、ちなみにコメント、柴崎ナイスすぎるそうということで、柴崎注目しといたいですね、これ。ナイス。これ冬ソナ売ってる意味あるうん、代表を見てる人もいると思いますよ、ミュートで。ほんまにわかんないけど、どうします、サッカーも見ますか、じゃあゆっくり装飾終わってるんやったら。まあ、終わってもいいですし、どっちでも。僕ね、入れ替え処理作らんとダメなんですよ。じゃあもうやめ、終わりをや、じゃもうじゃあもう終わったらええやん、しかも明日朝なんで、ね、じゃあもうやめよう、もう全然疲れてないからだろう。いやー、あー、セネガルもでも選手変わんないですね、でも。いやでもこれピンチっすか今。ちょっと攻め込まれてますね、これ。しかもさっきあれか、乾のイエローカードからこっちの流れになってるもんね。サバリー2部しとき、冬ソナ当たらない。サバリー冬ソナ見てんの、ね、この生放送しながらサッカー見ながらコメントって、なんかあれやね、こういう時期じゃないとできひんから。いや面白いと思う。助かったな、今のパスミス。パスミスあかん、冬ソナ当たるまでお願いパルコさんの足、あれやね、ゴールはなかったことになってる。いやいや、僕ゴールしましたからね、完全にワンゴール。はい、冬ソナ見てたのにって言われて。嘘やん、絶対嘘やん失点。ええマジやられた、あかん。ほんまに。いやー、決められてしまった。嘘やん。あ、バカ、ほんまや、これドキドキしながら見ないとダメじゃない。入れられた、入れられた、早く冬ソナ。あ、川島やらかした。またあ、マジで。じゃあこの後に入れられたところが入るってことですね。また川島や。川島いらん、やめてって言われた全然入らへん。ほんまにだいぶさな、やめてって言われた。またこれ、あ、これやね、あのゴール前
うわ、え、もうそっち入ってんの？こっちまだ入ってない。今入りましたよ。まだ入ってないよ、ま、全然。あ、また川島や、川島退場。あ、これは止めなあかんのちゃう。てか、まあ、ディフェンスもちょっとあれよね。ザルすぎひんかった？ほんま川島。どういうこと？ああ、これ後半失点やばいね。あ、本田来る、本田来るって言われてる。あ、今リプレイ、リプレイ出てますけどね。本田の投入が遅かったんですかね。もうこれ最低でもやっぱ同点やな。もうあと15分ぐらいじゃないですか。いや、もうちょっとあるかな。あ、もう大消しやん。いやでも、どうやろう。うわ、すごい、うまい。しんどい、でも試合捨てよった。あ、これはしゃあないか。これは無理っすね。いや、でもこんなもん若林やったら絶対止めてもらう。架空人物ですけどね、若林さん。これはちょっと無理かな。みたいに予想的中してほしい。無理か。まあちょっとフリーっぽいもんね、うん、これはさすがにね。ちょっと、あ、ほんまや、選手変わるわ。あ、香川交代や。あ、でもシジマールやったら止めてたでしょうね。ペタジーニか、あのワンピースのルフィ呼んできますか。ペタジーニやったら止めてたと思う。あ、ほんまや、ホンダ入ったわ。ホンダ入った。香川アウト、ホンダイン。ああ、いいですね。いいの？いい判断。僕サッカー知らん。君らサッカー知らんやん。もう怒ってるやん。同点にはなるはず。いや、さっき若林なら勝利かけて同点に勝利。まあ、香川外すんどうなんすかね。この間もあれでしたっけ？ホンダの代わり、ホンダ入るとき香川抜けたんやったっけ？そうなんすよ。あー、パルコの香川ってフォワードじゃなかったんですか？香川は、ワントップが大迫君やからその下ですよね。トップ下。でもフォワ、フォワードですよね。でもほんま川島あかんな。でもあれ川島あかんっていいんかな今の。あれは、いや、別にそうじゃなくて、なんか普通やん、なんか。ああ、画面上ね、はい、ちゃんとみんな画面上のやつ見とったんや、ね、はい。いや、これやばいな。でもね、ちょっと日本動き悪なるやんか。ケースケ手越出すからギッテレクソってこれ関係ないな。ああ、勝利の王様ケースケ、ホンダキーパーやろうぜってだけど、ね、これでもホンダなんか、あの長友なんかちょっと遠目で見るとわからんくなんねんけどな。ホンダ足遅って言われてる。ホンダ足遅いわ。いや、ほんまね、危ない、危ない、危ない。話しにできた。まあ、でもゴールってなってってことは、危なくてもゴール入ってへんってことや。そうですね、あの以上、先読み舞台いますからね。いや、ほんま、先読み、信頼で熱いから。激安っすね、もうほぼほぼ濃厚はですね。ケースケ頼むってね。これだから皆さんは多分民放で見てるから手越くんが出てんのかな、もしかしたらね。 TVer は一応今はちょっと大人しでやってるかわかんないけど。そうかそうか、手越くんなんか解説みたいなやってんのかな、もしかしたら。いやー、ホンダは神に力入ってるからわかる。どういうこと。今日はやってくれるってこと。そんなんあるんや。フリーキックとかもね、なんかもう俺が蹴るっていうのすごいもんね、本田さん。やっぱ本田やった。コーナーキック、コーナーキック本田やった。どうなん。まあ一応前回のね、あの試合一応アシスト出したん本田さんですからね。でももうゴールってなってないから。おっ、あの、まあ、え、あ、じゃあそうか、さらにタイムラグ。そうさらにタイムラグ。そう、タイムラグが。そっか、そっちもあんのか。うわっ、タイムラグひどい。店長、みんなと私と私と店長のタイムラグがひどい。川島のせいやって。あ、自分 NHKBS 見てるよってこと。あ、なるほどね。こぼれ玉にほんまに弱い技法。仲悪いんちゃうみんな。いやー、あ、変わった、また、あ、岡崎入りましたね。ハンドやん、これ原口と岡崎ですね。あ、いいね。いいねって。ハルコさん、知ってはるの？いや、原口のね、元気くん。にまたにわか言われる。まあいいよ、もうこの時はもうにわかでもなんでも買ってもらうのはね、あれやから。いや、もうちょっと日本も足が止まってますね。あと20分ぐらいですよ、多分。あ、結構あるんやろ。20分、75分。3人ですね、3人。45分、45分、90やもんね。で、アディショナルタイムあるはずやから。まあ、でもね、やっぱ
ステージ合い化しつつある特になしですか。特にないですね。いやまだわかんないね、うん、まだわかんない、何があるかわかんないですからね。まあ後半出てきた選手がね、どんだけこう動けるかって感じになってくると思うんで、やっぱ岡野が欲しいですね、野人岡野が岡野さんはあれ中田さんいないとダメなんでしょ。そうですよ、中田さんが飼い主みたいなもんやから、ボールをほいってほって、中田のパスに追いつけるのはもう岡野しかいないですから、ね、そうそう、犬みたいに走ってこいっていう感じで渡されとったらしいですからね。今度は足がついてきて、あ、ついてきてないって言われてますね。あれ、セネガル点入れたろうということで、ね、1対2になりました。本田動き悪いと言われてますね。ケイスケだよ、今からでもいい、川島交代でもうでもキーパー変えるのもったいないですからね。そう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 、もう最初から出すなよって話ですよこれまあね、やっぱ名将西野さんの考えやからなんかあるんでしょうけどね。いや同点はあるが8割無理って言われてる、ね、あ、勝つのはね、ちょっと残り時間ないからね、あんまりここから2点取るのはやっぱちょっと厳しいかもしれないですね。まあそうですね、同点がいいとこでしょうね。え、本田来た、入った入った本田入った、え、そう本田やった、わあ本田やった、同点3、え、マジで、え、3-1、どういうことだろう、早読みして本田ゴール、川島本間が本田ゴールですって、どっち、オンゴールゴールゴールって、オンゴールなんかもういろんなコメントが、嘘のコメントもある、分からへん、分からへん、やったーって言われてますね。え、オンゴール、これね、私のラグとまた店長もラグあるからね。何何？本田が決めた。どうなん？本田が決めた。そうです。先読み舞台は。ほんまに？ベンチ温めるだけじゃなかった。いやほら言うたやったから。ドヤドヤ顔がひどい。ドヤがひどい。本田出てる。めちゃめちゃタイムラグありますよ。お前仕事しますね本田さん。あ、ほんまに入ったわ。どれ、まだまだ。まだまだっすね。ベロ出してる本田さん。左足してきたーって。もう行くと思う、もう行くと思う、タイムラグがひどいすごいすごい追いつきましたね。いやー、やりましたね、これ逆転もありますよ、これマチホンダさすがやな。いや、ホンダさすが。でもホンダが入れたのは納得できないって言ってます。いやいやいや、そんなもう応援しようや、もうアンチアンチアンチホンダやな、日本人なんやから応援しようや、ごっちゃんごっちゃんゴールに近いって、ね、俺は、あ、あれは俺でも入れれる、やっぱケイスケや。いやいや、でもやっぱ持ってるか持ってないかですかね。いや、それはね、皆さんやっぱ NHK のね、あれ見なあかんよ、プロフェッショナル。試合中は時計しないですね。そうそう。やっぱね、これでもしかしたらもう、ケイスケ本田になればいいやんって言うてたから。やっぱでもまあ、運も実力のうちですね。まあ、これあれかな、乾がアシストかな、じゃあ。まあそう。ですね、多分。ラグが意外に面白い。いや、思いっきしラグあるよ。視聴者の私でラグあって、私と店長もラグあるから。ここで金メダル。すごいすごい。西野さん嬉しそう。すごいわ。西野さん嬉しそう。このタイムラグ放送なかなかおもろい。あ、それ流行るね。流行りますね。しばらくね、ちょけるねみんな。点入っても川島いる時点で不安しかないと、ね。いやでもほんまに。ゴール前に立ってたらたまたまボール来ただけ。いやでもそこに立ってるかどうかが、そうですね、そのポジショニングが、そうですよ。あ、すごい、ホンダのさっきのあの顔文字が急に入りだしたら川島3人いたらどうにかなるって言われますそれ観測や。危ない危ない危ねえわ、なんだこれ。ラグラグありますか、ね、いやちょっとディフェンスやっぱり牧野を出してほしいですね。牧野いる、牧野、はい、いや分からんすけど、どういうことや。いやそうディフェンスもなんかよしよし分からないんで。そうですね、まあそうですね、まあ今吉田麻也さんがね多分統率してやってくれてるやらって思いますけど、庄司さんやったっけ、あの人が結構サプライズ。危ねえ危ねえな、これほんま。本田は地蔵やから立ってんのはうまい。いやでもほんまあれ解説者やったおんな今日。いやでも本田がね、はい、昔ワントップでやった時ほんま痺れたな。3人じゃ足らん、10人いる川島、ね、あれ横にいるのは炎上系主任って言われてますけど、どれ右の炎上系主任。あ、そうです、炎上系じゃなくて、これ身内ちゃうの、炎上身内でしょ、炎上主任です、炎上主任なんだ。川島じゃなくてアルソク呼んでこいって日本人にした。あ、ごめんごめん、ありがとうありがとう、ちょっとごめん、私もあれやわ、配信見ながらコメント見ながら、あの TVer 見ながらやからごめんね。でもやっぱ
なんかアフリカ勢、南米アフリカ勢に強いんですよね、ホンダは。まあ、そうなんかな。まあ、一応そこは有言実行なんでしょうけど、ただ、何急に、いつからなんですかね、こんなにそのホンダさんのディスが始まったの。いや、やっぱあれでしょ、ケイスケホンダからでしょ。雑誌なんかな。特にケイスケホンダからちゃうんすか。そうなんかな。あとはあのハリル、ハリル。ああ、そうかそうか、批判ツイートみたいなしてたもんな。ホンダのせいやみたいな。だったな。いい加減そっちもあってなす。まあ、勝ちはいいんちゃいます。まあ、このままやったらちょっと同点かな。ちょっと流れはね、いい感じかなとか思ったけど。岡崎の髪の毛が増えてるのは秘密だぞ。へぇー。AGA かな。やった方がいい。ケアしてるん、ちゃんと。してますよ。え、あ、西村主任はちょっとあれなの？気にしてるの？気にしてるんですけど。ケアしてるの？結構店長がいじってくるんですよ、もうそこをみんな優しく見守ってくれる。西村主任、めっちゃ怖がられてるんですよ。え、なんで？そんな怖がられてないんですけど。やっぱ炎上系主任やから。炎上系主任やから。炎上担当主任やから。あらまあ。いやでも AGA 治療めっちゃ効くらしいですけどね。ただ AGA AGA薄毛外来っていうんですか。ああ、一滴いいや、薄毛外来。今、ガクトさんとかね、宣伝してますけど。へぇ、川島どうにかしようと。アルゼンチン見たら強豪国でも監督と揉めるもんってことで。アルゼンチンは多分スター選手多すぎるし、余計やろうね。もうまとめられないでしょ。無理やと思うわ、うん。よっぽどのキャプテン、ね、カリスマ性がある、監督じゃないと難しいんじゃない。そう考えたら、モウリーニョすごいっすよね、やっぱり。すごいと思う。川島、味方が点入れてるんやから、守れ、この野郎。川島交代カード切ってマジでって言われた。いやでも川島これ第3戦先発使われんのかな。いやでもなんか変わったとてってとこありますけどね、やっぱり。まあ確かにね、連携とかもあるやろし、まあ、システムとかもあるでしょうからね、その戦術の。あー、そのゴールキーパーは、その戦術が得意とかね。まあまあ、前回の、ね、試合と全く同じ布陣やったから。いやでもほんまサッカーのこう戦術の役割とかってあんまよく分かんないですよね、やってない人からしたら。あれはどうなんやろ、ね、ウィーレとかやったらあれなんかな、ちょっと勉強になるんかな。いや絶対ならんでしょ、僕だってウィーレめっちゃやり込んでましたもん。え、全然僕もあれ全然勉強なってない。なってないっすよ。フォーメーションとか。フォーメーションとかもう絶対 3-5-2 でしたけど、僕は3戦目キーパー交代でいこう。あ、トラップうまいな乾。いやちょっと今どうなるかなって感じですけどもね、勝ってほしいな。3戦目マジキーパー交代、これどうなんやろ。でも川島が変わってまあ結構プレッシャーかかるじゃないですか、これで同点やったら次で決まるみたいなとこもあるし。ほんまね、森崎くんがオウンゴールしたみたいになりますもんね。森崎くんもでも一応日本代表入るからな。あれ森崎くんやんね。オウンゴールした。よし、あれや、森崎くん、キャプテン翼の。めっちゃコアなとこ攻めてきますよね。森崎君オウンゴールしたでしょ。でも西村さんあれか、キャプツバ世代ではないもんな。そうですね。何世代なの。シュート何世代。ああでもシュートですね、どっちかというと。サッカーお兄ちゃんが、お兄ちゃんがサッカーやっとったんですよ。へえ。なんでまああと何やったっけ、ね、エリアの騎士やったっけ。なんかね、サンデーかマガジンがちょっと忘れたけど、サッカー漫画やってましたね、そういえば。勝っても川島のせいですっきりしない。オレンジのユニフォーム画面に映っただけで身震いが止まらない。それは言い過ぎや。いやでも、そうやで、ほんまに。あ、そう。そうやでって。ちょっとパルコ店長あれですよね、ホンダ出てきて活躍したからちょっと。いやそう。ほら、俺言うた通りやろ、言うて。マジ監督やらしてほしい。フォーメーションわからんのに。フォーメーションわからへんけど。それみんな思ってると思いますよ。もう命を大事にで。それドラクエや。もう攻めていかへんやつ。ガンガン行こうぜ。MP すぐなくなるやつね。冬空って小当たりラッシュですか。冬空はもうオーソドックスな核兵器です、はい、小当たりラッシュないです。思い出したけど、なんで日本ゴールしたのに当たってないの。いやもうこれセネガルあれやな、うん、セネガルも交代しだしましたね。いやもうこれもう同点でええ思ってるでしょ。セネガルない、え、勝ってたっけ。いや勝ってないでしょ。いや勝ってたんちゃう。勝ってたこの間。なんかめっちゃダンスしてた思い出が。思い出が。コーナーキック。あ、宇佐美準備中の模様。え、宇佐美入んの。
いや宇佐美はねちょっと私ダメなんですけど。どういうことやね。いやで、あ、すいません、あの宇佐美がダメって、宇佐美の何がダメって、うん、僕あのサッカー選手で、はい、イタリアの人がようつけてる、ここにこういうのつけてる、あるあるあるね、うん、あれがダメで見た目やんそれ。いや本当に、いや、あれでも女子サッカーの人みんなつけてたよ。いやいやいや女子はいいんですよ、女子はね、うん、女子はいいんですけど、男子でこうつけてる人いるじゃないですか。なんでチャラく見えんの。じゃあ髪切ったらええやんそう、まあ、ファッション、ファッショナブルなんかな。あれ一応汗止めもあるんですけどね。いやでもね髪短い人してないでしょ、はい、あ、乾と交代ですって、宇佐美。俺も宇佐美無理っていう人いますね。あ、乾なん、あ、いや、あ、どうなの、宇佐美いいよいいよってやってますね。いや宇佐美はでもほんまこれがねあのパルコさんこだわるとこちょっとちゃうよ。いやでも、うん、いやだから昔松田、はい、松田、あ、いたいた、あのちょっとお亡くなりないだけどね、とかもしてたじゃないですか、はい、あれはダメやった。いや、ダメとかじゃないですよ、それは別に自由なんですけど、ちょっと、それやったら髪切ったらええやんっていう、そうそう、なんかそれつけるんやったら髪切ったらええやんって、うん、イタリアの選手とかには特に言ってましたね。あ、確かに、まあ、髪のね、長い選手とかはやっぱちょっと邪魔やからね。そう、いや、だから邪魔だったら切ればっていう、まあ、やっぱあれだかな、それよりもプライベート優先。いやいや、プロなんやし結構あれね、バルコさん、しっかりしてる何があの、硬いね。いやいや、ほんまにねいやだからサッカー選手チャラいとか言われるんやん。あ、まあ見た目から入るのもね、日本人のあれがあるから。だって野球選手でいないじゃないですか、はい、そんなんしてる人ちゃんと頭着してたよってわかるけど、宇佐美いいよ、いろいろ合うと宇佐美いい。なるほど、宇佐美の顔も変身してくださいこうやってますけどね。まあまあ最後は自由ですけどねはいまあ10年前ぐらいとかはね、割とそうやってこう見方も厳しい方も多かったですけどね。なんかやっぱり第一印象は大事やろうみたいなね。で中田さんとかも結構金髪にされてたじゃないですか、10年前とかね。そうですね、あそこぐらいからちょっとね変わってきたよね。アディショナルタイム少なそうってやってますね。今回あんまり中断なかったですもんね。2分ぐらいあんのかな。いやー、え、もうあれアディショナルタイム、うん、今、そうですね、もうそろそろかな。引き分けっすね、これはもう。ケイスケ、いやいや、まだ宇佐美入ったからね。うん、ケイスケ頼む。宇佐美でもフィジカル弱いからな、ね、いやー、いや、まあ、それは分からんすけどね。分からんけど、めっちゃ専門的なとこやけど、ね。いやいや、分からんことは分からんって言っとこうと思って。いやー、まあ、海外選手やっぱね、当たり厳しいし、がたいがやっぱすごいね、しっかりしてはるもんね。おう。おう、おお言うて、ワンチャン、ワンチャンでなんとかね仕留めてほしい。いや本当遠藤とかね、もう入ってた時ほんまよう見てたけどな。今回入ってないんですか遠藤。今回はもう入ってないですね、遠藤さんは。もう、あの人も37か8なんでね。悲しい。遠藤ね、遠藤の PK は見事ですよね。コロコロ流行りましたけどね。コロコロ PK 知ってる？知ってます。引き分け勝ち点1じゃダメなのって言ってますけど、まあ決めとくというかね、有利に立っとくのがやっぱり勝ち点というか3は欲しいやろうけどな。もう本田 PK 絶対真ん中しか蹴らんから、キーパー真ん中立っとったらいいのにっていつも思うんですけどね。無回転シュート。そういや無回転PK の時なんか絶対気持ちで入れるみたいな人やから真ん中しか蹴らんじゃないですか。そこちょっとあれやね、日本人なんやな。なんかそうで香川も真ん中くらい蹴っとったでしょ。だからもうキーパー真ん中立っとったらいいと思うんですよね。宇佐美とケースか勝利の王様、川島いなかったら勝てる。コロコロコミックは見事お前や宇佐美またあれつけてますねバンド。いやほらいやほんましかもちょっと店長と同じような感じで横反り込み入ってますけど。いやいや一緒にされたら困るわ今宇佐美さんちょっとあれリプレイ出てますけど、ね、あイエローもらってますね。あもらってるじゃなくてイエローを誘発してますね。あ、エディションのタイム4分。あ長いですね。いやー、まあ、これでワンチャン。キッチと出る。おお。どう？俺の髪型どう？めっちゃ似てます。ただ今ちょっと伸びてきたんで。そうそう。あだいぶ柔らかくなって。しかも分け方逆やってめっちゃ言われる。意外とある。エディショナル4分あるよ。いやーこれがキッチと出るか京都出るか。まあ、西野さんは多分ね、もう攻めろっていう感じやと思うんですけど ね、まあでも気持ちいいですよね、こんだけこう明白に決めてこいみたいな感じで、う
いや西野さんが一番大変だと思うけどな、本当。いや大変ですよ。もう今やるしかないからしゃあないって言ってたけど、ね、スイス戦とか見た時はどうなるかと思いましたけど、まあでも言うたらあの3回で調整してくるって大変やなと思いますけどね。めっちゃ痛がってますよ。誰お前や誰これ吉田麻也ちゃいますこれ。めっちゃイエロー増えてきたやんもう最後後半やからね、もう最後やし、もう次の試合イエロー持ってもね、あんま変わんないからね。お前耳当たってるやん肘。4分で1点というそのアディショナルタイム消化試合あと4分で頑張って。そうだね、一応試合終了した瞬間もじゃああれやね、感想聞いてサッカーの終わりましょうか。次が試合いつやったっけ、 28 ぐらいちゃう、28木曜日か金曜日でしたね確かね。いやー、わかんないよ、グループリーグね、突破したら次の配信とかも被るかもしれないけど。ほら、これ宇佐美ちゃん今とらるもう、パルコさんの偏見がすごい。いやでも、長友ディフェンスめっちゃいいっすよね。いやほんま、あの人よう動きますよ、ほんと。ほんまに、初戦の、何やったっけあれ、誰、どこ戦でしたっけもう全部忘れてるね。コロンビア戦の時も、はい、めっちゃディフェンス良かったっすからね。ねまあね、長友さんもひょっとしたらね最後のオリンピックかもしれへんからオリンピックじゃワールドカップかもしれんからね。いやー、うさみな大迫ナイスディフェンスっていう、なんといっても川島何があったの？まあこれあれかな、オレンジ映るたびにちょっとヒヤッとするのかな。あ、やばいよ。でもえああ、よかったよかった、クリアね。あ、やばいよ。でも 先読みがないから大丈夫でしょ。大迫蹴られたって言って、大迫蹴られた、蹴られた、イエロー出ないんかな。あ、ほんまや。思いっきし蹴られてる。いやでもほんとね、なんでもありやな、もうあ、これこれっすね。バッシーン行かれた。川島は逆半端ないまあ、今日は分からん、まあ次回もね、ちょっと先発で出るか分からんけど、川島おらんかったら勝てたと思うって言ってますね。いや、わかんないね、こればっかりは、本当に。いや、でもほんま、ホンダやるわ。やっぱりやってるわ、あいつは。まあ、言い続けてた回ありましたね、今日、ずっと。いや、ほんまに、これでホンダが変なことしたらどうしようと思って。髪の毛借りに行くぞって言われるね、店長の。坊主で。ほんまやわ。社内来て怒られるけどね、坊主。これほんまね、この髪型、結構リスクありますからね、僕も。ほんまや。引き分け勝ち点1じゃダメって言ってるけどね。いやーまあそれでもいいけど、やっぱね、でも終わってんじゃん、そのガチの方では。そうっすね、もうまあでも終わりやったら終わりって書いてるからな、ケースケやな、カード増えてきたなって言ってますね。いやほんまちょっとスポーツに足らればないから、セットプレー欲しいっすね、ワンチャンね、セットプレーがね。ウユソナのワンチャンもウユソナはええわ、もうええの見てる人当たらないっすか。いやじゃあ一緒やん、だって前と。そうっすね。いや、ええやん、一緒でも一緒やから受け入れられてるんちゃうか、そう、多分勝ち点1でいい。あぶねー、あぶねー、引き分けー、ブッブッブー、引き分けで終わり、終わった、引き分け。やべ、電池ねえ電池ねえ。いや、あ、もして USB の、あの、充電あるのにマネージャーか、川島あかん、柴崎って入ってますもうめんどくせえ、めんどくせえ、知らねえよよし、はい、ということで、ああということで、本日はね、ちょうどワールドカップの日本戦かぶりまして、装飾がね、完成しました。はい、あ、かわいいですね、それ、はい、バトラー君いいでしょ、これパルコのせいで引き分け、2対2的中しましたってしてますね。まあ、ぜひ、明日、本日ね、まあ、日付が変わりまして25日ですけども、バトラー君もご来店ということで、もう前乗りしておりましたのでね、装飾もいい感じですんで、ちょっと映しましょうか。こんな感じに変わってますんで、かわいいね。あ、あそこ、付け間違えてるわあれあれ、ほら、向き逆やわ後で言っといてくださいまあ、ぜひ、さっきツイキャスちょっとやらせてもらってね、あの、あ、パルコ店長、あの、あ、ほんまっすね、カーペットの、デザインかっこいいですねっていうコメント来てましたよ。カーペットの、あ、カーペット、うん、センスいいですねってコメント来てました。はい、あ、これはあれです、僕があれありがとうございます、僕じゃないです、僕じゃないの、はい言ってた、川島の最初のミスがなかったら勝ってたと思う。いやほんまにね、そんなやらかしたんですか。いやほんまに、まあ、多分ニュースなると思うんですけど、ニュースなりますよ、パンパンって弾いて思うて、あ、パンみたいなもうダメじゃないですか
いや俺キャッチできひんかったんやなと思ったけど、ね、前回もね明らか入ってんのに入ってないアピールする こうやっちゃったからね。あれ日本人のあれ部活動見てるみたいやったなんかほんまにあのストライクやのにストライクボールやのにストライクに持っていくキャッチャーみたいな、ね、あこういうのね。そう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 。でもあれは完全に入ってましたよ。もう僕も見ましたけど前のやつ川島。いやいやそうやけどもうアピールがすごかった。ちょっと恥ずかしかったねあれちょっとグググってやってたもんね。グググってあれビデオ判定するまでもなかったよね。テレビ中継なってたもん、ね、あれもビデオ判定だった一応だったんですよ一応何やったっけあの V あ, あれビデオ判定じゃないでしょ。なんとかなんとかシステムでしょ。 VRA ちゃうあのゴールなんたらシステムでしょ。チャレンジゴールなんちゃらなんちゃらでしょなんちゃら分かれてこっちからリクエストするんですかそれは。リクエストいやいや多分ちゃうえでも判定は覆るんですかもし入ってなかったら覆るでしょ。でもあれは完全に入ってたあれはもう完全に入ってました。もうやめてほしいなと思ったもん恥ずかしいです。あれここ来れない。あちょぼす、勝てた試合だったよ。勝てた試合とか言ってたら韓国勝って2勝してた。あ韓国勝ったんや。え韓国2敗でしょ。2敗じゃなかったろ。1勝2敗ってことじゃなくて2勝してたの川島今から日本に帰っておいで、まあ、それはないと思うけど。かわいそう。いやでもね VAR システム。 VAR システムこれビデオ判定のことじゃないの。え、VAR となんかちゃうでしょ。ゴールのやつは別で。なんか誰か知ってる人いないですにわか、にわかですいません、本当に。いや、ボールなんたらシステムってあるはずっすよ。あ、そうだろ。ゴールなんちゃら。店長、モノマネ情報。ホンダがドヤ顔で今インタビューに答えてるよ。まあそうですね。めっちゃドヤ顔らしいですよ。ホンダ節炸裂。そらね、もう今日の。もう7分くらい喋るんちゃいます。ほらな、俺がなっていうね。この間のふてくされた会見は何やったんやっていうね。ふてくされてましたか。そんなにふてくされてない。ちょっとこんなこうねあの下向きながらこうなんか首かしげながらみたいなね。まあ本田さんらしいなと思いましたけど。いやでもやっぱ結果残した人がやっぱ偉いですから。そうですね、はい、そうですね。それはもう川島さんはもう何も言えないでしょうね。川島さんはもうほんまねもう嫌です言うて。そんなもん家でつぶつぶやるしかない。まあでも日本人特有のねこう本田叩きかしらけどつぶつぶやる以外もう選択肢はないですよまあ、勝ったら手のひらくるくるやからね。活躍したら手のひらくるくるぐらいから何とも言えないけど。まあまあ活躍してんのにまあまあ戦えてますからね。そうですよね。前回もだって何やかんやでアシストして今回きっちり決めてきましたからね。うらふらみたいな感じでしたね顔はね。ミスの何が悪いとか言ってましたけどねまあさっきの何でしたっけ店長あの本田のこのポーズ何やったっけ明日からそれ流行ると思いますんでね、はい、日本全国そのブームになると思いますんでよろしくお願いします、まあ、とにかく頑張ってほしいですね、はい、日本。そうですね次28日やったかな、とでまた多分グループリーグ突破したらねまた、引き続き試合も見れると思いますので ね、 そうですね頑張ってもらいたいと思いますせっかくなんでね、視聴者がゼロかなと思ったんですけど見ていただいてよかったよ。400ぐらい来てましたから、ありがとうございます、はい、しかもコメントももう700、800いただいてあ珍しいですね最近のニコ生。いやでもサッカーね一緒にやっぱこう見るっていうのは、ね共感できる。本田たまたまやって言われた。いやたまたまでもやっぱ決めた人が偉いですからそんなもんだって、まあ、記録に残るからね。そうそう、うん、ほんまにそうそうそう。ということで4月25日にアボシテンをオープンしまして、本日の25日で2ヶ月迎えますのでねぜひまだ来たことないという方も、はい、明日ボス来ますし、はい、ギャルも来ますんでそのボスちょっとベスカーっぽいけどベスカーではないよね。違いますね。違うね。トミーではないね。はい、はい、まあバトラ君もいますんでねぜひ皆さん、遊びに来ていただけたらと思いますのでよろしくお願いします。お願いします。はい、ということでキコナチャンネルは明日は豊中南北合同の配信になります。明日は、自由にファミコンやらせていただきますんでね。ああいいなファミコンやりたかったな。確か明日多分神津島の細バーも来るってたから。細バーバーに合格した。おババー細ババーになってますね。ねえからねえからもう細クソババーって言われてますけどあの奥村修平さんがねファミコンクソむちゃくちゃ下手くそなんですよ。あびっくりするぐらい。なんでちょっと奥村さんを期待よかっていうことで明日をやらせていただきますのでよろしくお願いします、ね、実家こっち家こうた言ってましたからね。そうですね。ぜひ見に来ていただけたらと思いますので、ね、よろしくお願いします、はい、ということで、皆さんワールドカップの観戦とニコ生の観戦非常にお疲れ様でございました。ありがとうございました。はい、またよろしくお願いします。それではさよなら。パルコさん日本にエールをどうぞ。え最後締めろって頑張ってください、はい